皆さんお待たせいたしました。ここからはクリスマスイブの特別配信、魚住まゆが担当いたします。よろしくお願いいたします。わーい、お待たせし過ぎたかもしれないですね。10分ほどお待ちいただいてしまったかな。そしてサンシャインの枠からご参加いただいている方もいらっしゃるかもしれませんね。ありがとうございます。ここから30分ほどですかね、番組の方させていただきますのでよろしくお願いいたします。半袖、いやそうなんですよ、半袖になっていて、あ、ちょっとサメちゃん透けちゃってるかな、選手交代白クマちゃんにしよう、ちょっと白クマちゃんに変えてみよう。どう？あ、いい感じ、いいですね、こっちにしよう。半袖なんですけど、このスタジオ内はそんなに寒くないから平気かもしれない。あとこのお衣装ですね、ほらこれも白クマなのかな、フードがついていて白クマっぽくこっちかなってるんです。そう、いい感じかも、この子に合うかも。どう？やっほーあんまりないですよね、サンタさんにクマ耳ってあるんですか、普通わからないけれども、そう、クマがついてるの、そう、よろしくお願いしますクマ、うん、赤ずきん、そうですね、ずきんがついているサンタさんでした。やっほーやっほー、白クマ湯ですね白クマ湯なのか赤いかな、何マ湯なのかわからないですけれども、クリスマスのお衣装を着ると一気にクリスマスモードになりますね。この背景も雪がちらちらと降っておりますが、そのせいもあってか私もなんだかクリスマスを過ごしているんだなって気分になってきている。うん、プレゼントくれってコメントいただいてますよプレゼントが待ち遠しい方もいらっしゃるかな、うん、ね、皆さんに届いたらいいのにプレゼント、うん、何、うん、プレゼントですか、もらってないもらってないです、プレゼント欲しいですプレゼントください、うん、あるかな、どうかな、うん、雪降ってる、そうですね、背景雪降ってますね。でも関東はしっかり雪は降ってなくて曇り空まだね、日差しそんな届いてなかったですね。サンシャインの時間帯は天気カメラ見ていったんですけど、あ、プレゼント届きました。プレゼントだ、嬉しい。これは、あ、冷たい、わー、見てください皆さん、やったー、プレゼント届いた、お芋1年分、いやどうかなこれぐらいの箱のお芋だったら2日3日で食べちゃうかもしれない。うん、何、え、本線映ってるんですかゆいこちゃん、本当ですか、出てるのかな、何してるんだろうって感じですよね。ケーキあるよ、ゆいくちゃんの分も残しておくからね多分ケーキ見てないけど、え、違う、ケーキ、ゆいこちゃんちょっと待って、ゆいこちゃん食べたいの言ってって感じですよね。あ、すごいかわいい、見て、あ、見えない、ちょっと待ってね、崩れちゃいそうで怖いあ、怖いよ、このお部屋に入ってるからちょっと見えづらいかな、お部屋をちょっと前の方だけ撮ろうかな、ほらほら、少々お待ちくださいね、ほらほらほら、どう、ほら、クリスマス感ある、ちょっと後ろが透けちゃってるけどちょっと後ろ透けちゃってましたけど、とっても可愛いですね、わー、あ、危ない怖い、
ゆうこちゃんの分もあるからね。かわいい。これは食べてもいいんですか？やった、もう早速食べちゃおう。私番組最後ずっとお腹鳴ってたんですよね。あ、フォークをいただくことは可能でしょうか？あ、ポラベアちゃん、やっほー。え、あ、チキンもあるんですか？やった、嬉しい。あ、フォークが欲しいです私。フォークがね、ないのです。あるかな、手づかみかなこれは。ケーキ手づかみ選手権かな。うん、そう、お腹鳴ってたの聞こえてました、もしかして。大丈夫だろうなと思ってもうコメントはしないでスルーしていたんですけど。あ、いいですか、ありがとうございます。スプーンいただきました、やったー、食べれるぞ。皆さんどれにします、どれがいいかな。ゆいこちゃん何が好きかな。でも雪だるまちゃん可愛いから残しておきたいな。ショートケーキはみんな大好き。ゆいこちゃん何が好きだっけ。ハロウィン配信の時一緒にやらせていただいてチョコのケーキがゆこちゃんいいって言ってた気がするのね。モンブランありますよ、モンカツね。あやちさん、あやちさん、どうしよう、迷う。今後のあのだって彩りもあるじゃないですか。あ、でも分かった、この子透けちゃってたからこの子にしよう。はい。透けてるね、そう、この子にしていきたいと思います。やったやった、うん、あ、私声小さいですか、どうだろう、声小さい、そんなことない、うん、あ、どうだろう、そんなこともないかな。ちょっと写真を撮ってからいただこう。よし、いただきます。皆さんはケーキ食べられました？24日、もしかしたら昨日が土曜日だったから昨日クリスマス会した方もいらっしゃるかもしれないですね。うん、うん、うん、おいしい。うん、これから作りますって方がいらっしゃる、素敵。何ケーキにしますか？え？何ですか？でも明日リノンさんとリエナさんがケーキ作られるんですよね。楽しみ。去年の配信も私見てたんですよ、ナナさんとリノンさんの。すっごく面白くて楽しかったの覚えてます。うん、うん、おいしい。シュトーレン買ってきた。お、まだありました？いいですよね、シュトーレン、この時期ならでは。うん、うん、明日はのんちゃんと誰、明日は リエナさん、リノンさんとリエナさん、うん、美味しいですか？すっごく美味しい、幸せ。あうん、うん、ショートケーキ買うのいいですね。うん、ケーキ、ケーキ屋さんまだありました？数結構ありました、まだ朝の時間帯だから。そっか、でも夜の配信になってくると大変ですよね。うん、うん、
私の家の近くにもケーキ屋さんがあって、そこよく行くんですよ。で、一つだけカットケーキ一つだけ買うのがなんか忍びなくて二つ三ついつも買っちゃうんですよそう、そこのケーキ屋さんのシュークリームがすごく好きなんですけど、まだ売ってるかな、うん、うん構わんこれはピスタチオ味じゃなくて抹茶味でした。うん、うん、忍びねえな構わんよって芸人さんのやつですね。ああ、わかったわかった。コメントに納得しちゃってる。あ、待って、あと一口でケーキの食べ終わるから一口 OK ってコメント来てた。うん、うん、終了。うん、じゃーん、シャンメリー、すごい。これはノンアルコールですよね。うん、ノンアルコールの発泡スパークリング。美味しそう。ホワイトマスカット味。これ開封していきたいと思います。うわー、クリスマスっぽい。あ、出ないあれ、もう戻らなくもなってしまったあ、戻った。ここがね、開いてなかったみたい。じゃーん、どうやって開けるんだ。お、あー、なるほど。これは手で回して開けるタイプみたいです。ちょっと待って、握力がね、あんまりないの。これ使ってもいいですか。これで開けれるかな。ごめんなさい、無理でした諦めた。お、お、開きそうですか。あ、硬いですよね。あ、開きます。お、ありがとうございます。では、いきます。びっくりした。すごい、足元は冷たくなっております。ありがとうございます。普通に笑顔でスタッフさんの顔見てたら、はぁっておっしゃるから、えって思ったら、もう足は冷たかった。その時にはごめんなさい、ブランケットちょっと汚しちゃったかも、すいません。 OK いただきました。でもね、白クマちゃんは守ったよかったよかったよかったねえ、うんうん、パソコン危なかった。パソコン大丈夫でした、よかった。いやでもね、美味しそうな匂いがしてる。もう蓋を開けた瞬間からマスカットのいい匂いがしてます。ついじゃおうかな。うん、
いただきます。皆さん乾杯、メリークリスマス。うん、美味しい。あー幸せですね。こんな幸せな気分なのに皆さんのついていなかったエピソードを聞くんですか。なんか私はねすごい幸せに包まれてますが、皆さんどうですか。うん、皆さんもお酒苦手だよっていう方はこういうものもあるんですね。何でしたっけ、シャンメリー、シャンメリーの炭酸飲料あるみたいですよ。ジンジャーエールとかでも気分味わえそうですよね。よし、うん、夜配信みたいになっている。そうなんですか、朝組なんだけどな。すっごい朝組なんだけど。私のついていなかったエピソードですか、なんだろうな、私がついていなかったこと、いや本当に思いつかない。ついていないこと、なんだろう、いや本当に思い当たらないんですよ。皆さん思いつきました、ポンポンポンって出てきました。うん、今さっき、あ、足にかかっちゃった。ついていないって言っていいのかな。うん、ラッキーガール。私ラッキーガールなのかな。でもついてなかったなって思うことは少ないのかな、かもしれないです。ちびまゆ子は、そうなんですよ、ちびまゆ子を持ってこようと思っていて持ってこれなくて気がついたんですけど、もうね時間的に取りに戻れませんでした。うん、足についてる、あ、さっきのねシャンメリー様がね。うん、そうなんですよね。いや今日この配信にはですね、プレゼント企画があること皆さんご存知ですか。先ほど私がついていなかったエピソードって言ってたんですけど、もうついていなかったエピソードクリスマスアットマーク WNI.TV でメールにて送ってくださいって募集していて、で番組内で紹介させていただいた方にプレゼントお送りさせていただくということで、うん、皆さん送りました。なんだって、今回間に合わなかったよっていう方は23時まで締め切りありますので、ぜひその時間までに送っていただければと思います。うん、ついていなかったを、いや、ついていなかったなって、でも感じ方は人によって違うのかもしれないですよね。うん、いやー、そんな楽しみなプレゼント企画、まあクリスマスならではですよね、プレゼントがあるってなんですけれども、どんな商品があるか気になりませんかね。プレゼント何が当たるんだいって、なんかケーキもう一個食べたい、我慢しよう。食べます、食べていいんですか、本当食べたい。いいんですか、どうやって食べよう、これこうやって。すごい大きなチキンが出てきました、皆さん、わーい。ケーキはもう終わりですか、ケーキもいいんですか、でも数足りないです。あ、じゃあ食べれる、食べたい、嬉しい。でもチキンはこれもゆうこちゃんと半分こ、あ、やった、
じゃあこの素敵なチキン、大きいですよ。これサイズ見てください。こんな、うわー、これ食べていいそうなのでかぶりついてしまいたいと思います。こうやって食べるの初めてかもしれない、チキンを。よいしょいきますねありがとうございます。すいません、おいしい、喋らなくなってしまいますね。喋らないと、ですね。このプレゼントなんですけど、皆さん中身はご確認いただけました？さあ何があるでしょうか。見ていきましょうか。皆さん欲しいのありました？目星は。これがいいな。これがいいな。私がその中から当たるプレゼントを選ば抽選するみたいなんですよ。なのでん？何が当たるか楽しみにしていただければと思うんですけど、今回の企画のおさらいしていきましょうか。まずはプレゼントを一つずつ見ていく。何？あ、今画面これ出てたんですね。失礼しました。まずは私ですね。今やっている11時半からの部と、この後14時30分からコーヒータイム終わりでゆいこキャスターが担当される。そして20時からは2名になって檜山キャスターと青原キャスター、そして23時からは時田キャスターと森田サンタさんが出演されるということです。計4回抽選がある。おお、各番組内で抽選がありまして、このね、ついていなかったことを発表させていただくんですけれども、このいただいたエピソード番組内で抽選して読まれた方に豪華プレゼントが当たるそうなんです。楽しみですね。ついていなかったことを募集するということなんですけれども、皆様思いついたらクリスマスアットマーク WNI.TV でお寄せください。どしどし、まだ間に合います。お、まだ間に合うそうです。いいですね。締め切りとしては23時までですよね。ね、ついていないことありました？まあ、ありますよねあるんです私が忘れているだけ。そしてプレゼントゲットまでの流れ、配信枠ごとにプレゼント商品を抽選で決定、私がこの後抽選して選ぶということですね。2つ目は同配信内で紹介させていただくメールを抽選、メールも抽選、私が引くのかな。そしてメールを配信内でキャスターが紹介、読まさせていただきます。そしたら後日商品受け取り確認のメールが届いて商品受け取りをしていただくということです。ここまでが流れとなります。さあこの順位商品の中から抽選で一つの商品を決定するということなんですけれども、重大ですよね。どうしよう、私この後この順位商品の中から一つを引くんですけど、
皆さん何が気になります？11番サイン入りレアですもんね。いいですよね。うん、あ、11番一択。お、11番っていう方が多い。あの冬の星座シールもついてくるっていうのがね、私も欲しい。11番、誰12番っておっしゃってる方、12番ないですよねえ、サイン入りらしい星座シールもついてくる。11番、いいですね。11番が多い。いやー、頑張って11番当てていきたいな。ということで、これその他1から10番までは au ペイマーケットさんの方から届くということなんですけれど、うん、ほいほい。今はね、このトークバッグがないからね、あのお声が遠くてうんってなってしまう、ごめんなさい。ねえ、見ていきましょうか。うん、商品一つ目こちら、黒毛和牛サーロイン。うわー、高級ステーキ 600g だそうですよ。いやー、食べたい。英語等級、美味しいやつ。え、何かでナンバーワンになってますよ。次のページ何でしょう。英語等級で霜降りスライス 500g。 あれ、これは何、違うやつ。あー、サーロインと黒毛和牛。あー、しゃぶしゃぶ用、いいですよね。この冬の時期にしゃぶしゃぶ、みんなでこう鍋を囲んで温まりながら温かい話なんかしちゃったりして、うわー素敵。うん、いや、これのね、前のもう一個前のサーロインがなんかでナンバーワンって書いてあったんです。それが気になって。そう、え、食品ランキングナンバーワン。すごい、いいですね。うわー、美味しそう。牛脂もついてる。食べたいよ。うん、続いての商品こちら。次が、これはしゃぶしゃぶ用かな。黒毛和牛。うわ、美味しそうですね。うわ、ウニ。あ北海道産ウニ、生エゾバフンだそうです。バフンウニ美味しいですよね。いいな。これはそのままウニ丼にしていただける感じですよね、うん、いいな。あとはそれこそ集まった時とかに、なんとウニがあるんですってね、うん、みんなで手巻き寿司とか良くないですか。好きな海鮮乗せてウニ取っちゃおうとか、楽しい。もう楽しい、想像しているだけでいいですね。続いての商品こちらこれ思いましたけど、急に緑の背景になってるまあまあまあ、クリスマスらしいですね。続いてはフグ刺し。フグいいですね。あ、動画だ。トラフグの刺身ね、3人前ですって。うわー、いいなー。いやー、なになに、ランキング1位。これもなんかランキング1位になっているんだ、すごいな。わー、うん、はい。続いての商品こちら、こちらはなんだ、お茶漬け。いいなー。うわ、本当だ、すごい高額だ。高額商品、金目。あーいいなー、食べたい。うわー、美味しいやつ。なんか厚切り牛タンっていう文字も見えますよ。牛タンのお茶漬け食べたことない、すごい。あー、よだれ出てくる。はい、続いてこちら、あー、毛ガニも美味しいですよね。北海道産ゆで毛ガニ2杯だそうです。うわ、いいですね。これも高額商品ですね。え、2杯って嬉しいですね。それこそ集まった時に、1つだとねなんか遠慮しちゃったりするんですけど、2杯ですよ、嬉しい。
最高級身入り 90% 以上ですって。楽しめそう。続いてこちらは新米か。あー新米美味しいやつ。10キロ、すごい。特 A 山形県産の極上雪若丸。美味しそうですね。いいな、これで炊きたてのご飯にして食べたいな。よだれだら、もうよだれだらです私は今本当にいや、こんな豪華商品を見ていきましたけれども、あ、まだあった。ローストビーフ、美味しそう。これも 150g が2個。松坂牛、松坂牛、いいないいな。黒毛和牛極上ブロックイング、これはクリスマスとか年末とかいいですね。あ、そうだ、キャビアもあるんですよね。キャビアもいいですよね。 50g で7700円、まあキャビア様ですからねなんかこうクラッカーとかになんかいろいろチーズ乗せたり、こうサーモン乗せたりとかって楽しむ中でキャビア乗せちゃうよっていうのが楽しいんですよね贅沢にいっちゃうよとかしたいですよね。いやー、ぜひぜひ、うん、この豪華商品見ていきました。この中のどれかが、私が今からね抽選してどれかが当たるということなんですが、皆さんどれがいいですか。どれがお好きですか。あ、イクラもあるの、すごい、いいな。三陸産最高級三等イクラ食べたい。イクラ丼にして食べたいです。全部欲しい。うん、ということで商品をたくさん見ていきました。こちらの中の一つを私が今から抽選して選んでいきたいと思います。どれに当たっても恨まないでくださいね全部全部でも欲しいですね。11番お願いしますって声がね多いです。11番はこちらです。うんうん、食べたやんね。いくら確かに北海道で見ていきましたけれども、11番はキャスターカレンダーのサイン入り、そしてアイリンさんの星の星座シールがついてくるということで、1から11までどれも欲しいですね。じゃあ早速ですが選んでいこうかな。うん、スケールボックスってコメントいただいてる透けてる、確かに。うん、これがキャスターカレンダーで、これはサイン入りじゃないんですけれども、現在もアマゾンさんの方でお買い求めいただけます。そこになんとサインが入ったものが当たるということで、うーん、全分、あ、全員分のサインが入ってるってことですよね。うん、私も書きました書かせていただきました。当たるといいな。うん、そう、全員分のサインってなかなかないことですからね。嬉しいですね。ん、それでは、うわー、引いちゃいますか。怖い。中ですか。あ、すごい、わあ、すごい、写真付き、すごくないですか。凍ってるスタッフさん、ありがとうございます、ご用意いただいて。うわあ、キャビアであったりお茶漬け、これサーロイン、すごい、楽しい。お米とか、うん、写真付き、毛ガニ、いいですね。パッと一目でわかる。いくらとかね。うわー、皆さんどれがいいですか。さあどうなる。これね、下向きに入ってるんですよ。そうだから私は何見れないんですけど、トラフグ、ウニ、黒毛和牛、
全部ぐちゃぐちゃにしてまたボックスに戻していこう。うん、カニにもサイン書いてカニの甲羅にですか。全部いいね、全部いいですね。こっから年末に向けてね、集まったりする機会も多いと思うので嬉しいですよね。クリスマスといえばイクラ。そうなんですか。じゃあ早速ですけれども、あー緊張する一個飛び出してまいりましたね緊張するとか言ってたらこの子も緊張していたのかもしれない。よしよし、それでは引いていこうかな。よし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 、それでは行きますよ。まだあった。よし、では行きます。じゃーん、じゃ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 ー、どれにしようかな、迷うな。これ、つかみました。行きますよ。怖い。え、もう見えてる？あ、見えてた。あ、落ちちゃった。私が抽選した商品はこちら、黒毛和牛。じゃーん、霜降りスライス 500g 英語等級でした。どうどう、嬉しい。肉、しゃぶしゃぶ用肉、本当ですね。これで寒い時期お鍋だかして温まっていただければと思います。すき焼き、イエーイ。じゃあこの商品を選んだということで、どなたに当たるのかなというところをまた抽選していくんですよね、はい、よいしょ、ありがとうございます。アンラッキーなことをね、送っていただいた方に今からラッキーなことが送りますからね、待っててね今度はこのピンクの箱、透けない箱で抽選を行っていきますよ。さあ、では見ていきましょうか。うわー、たくさんいただいてるんですね。皆さんありがとうございます、本当に。じゃあ早速ですが、いいですか、こちら、シャラーン、手につかみました。お肉が当たる方いきますよ。じゃん、この方です。これはお名前は読まない方がいいですか。いいんですか、これがお名前かな。こっち、こっち、リュウヤさんからのいただいた、ついていなかったエピソードです。おめでとうございます。お肉大当たり東京も行ったし、最近結構楽しいし、あったかなと思ったらありました。2023年ついていなかったこと、12月14日札幌へバス旅行に行きました。ライブを楽しんで一泊、15日の朝クレーンゲームを楽しんでから、御朱印巡りをしようと一箇所目の神社に行く途中、滑って転びました。こんなこともあるよなと、そのまま立って歩いてお参り、2箇所目行こうとバスに乗ろうとしたら、あれ IC カードがない、転んだ際に落としたようです。探し回ってもなく、やらかした。 IC カードには200円しかなかったので、まあいいかと思いましたが、その後は後味の悪い時間を過ごしました、とコメントをいただきました。なるほどね。でもライブを楽しむことはもうできたんですね、クリアで。一泊してクレーンゲームして御朱印巡り。でもね、こう滑って転んじゃうのって、なんかいい気持ちにならないですよね、痛いしねね、まあでもそこでしかも物落としちゃうね、悲しい。私も思い出しました、このコメント見てて。私もついていなかったこと私もですね、電車に乗る、なんだっけな、なんかちょっと遠い距離だったから
高めのお金をちょっと課金してちょっといい席でゆったり乗っていこうかなって思ってたことがあったんですよ。で現金を握りしめていて持ってたんですけど、なんかねその券売機がそのモバイルのやつがねできなくって、カードじゃないとその券が買えなかったんですよ。あ、そんなことあるんだと思って、でもそのお金をすぐにしまわずそのまま電車並んで来たのを待って乗っちゃったんですよね。で多分そのお金をポケットに入れてたと思うんですよ。なぜ財布に入れなかったか私もわからない、わからないけど、そしたら落としちゃったんです落としちゃったんです。なんとついてなくないじゃないですかね。私いつもなんか電車とか立って降りるとき見るんですよ、物落としてるのが嫌だから絶対に確認するのに、なぜかその日だけは確認しなかったみたいで、そういなくなってしまったの。悲しいわ本当にそうそうなの、そういくらお札です、お札お札です、本当にもう悲しくなってしまったけれども、そんなことも忘れてましたね私もね。でも IC カードってまた発行しなきゃいけないとかね、そういうのがまた憂鬱になったりしますよね。ということで龍也さんからの、ついていなかったエピソードを見ていきました。でも今日いいことありましたね、お肉当たりましたもんね。ね、とってもたくさんの方々にメールをいただいているので、サイン入りカレンダーあと5名、いいんですか、これ見せちゃっていいの、イエーイですって皆さん5名、おー、ありがとうございます。ではサイン入りカレンダー with シールかな、シールはついてきます、アイリンさんのをついてくるということですよ。じゃああと5名引いていきますね。じゃあまずは1人目、こちらじゃーん、レグルスさん、はい1人目レグルスさんですね。読みたくなってしまうこれ、あ、いいんですか、見てみようかな、ちらっと、北海道旅行中に自転車で転んでしまったことですって。あれ先ほどの方も北海道札幌っておっしゃってましたよねあ、すごいなんか北海道つながり、そうなんだ、しかもご旅行で自転車で転んでしまうの辛いですね、痛いよりも恥ずかしい。あ、それで言ったら私も夏あのセミさんがバーってやるやつでびっくりして尻もちつきましたね恥ずかしかったでは続いてこちら、大阪のゆうきさん、ウーバーイーツで届いたラーメンをこぼしてほぼすべて絨毯にぶちまけたこと、あー悲しいそれは悲しい、確かに食べられないし汚しちゃって洗わなきゃだし、確かについていないな、思いますよねそれはね。じゃあもうあとお二方かな、こちらじゃーん、赤黒のカラスさん、今年ついていなかったことは飛行機の搭乗時間に間に合わなかったことです。私もありましたやだなんか皆さんのついてなかったエピソードで私も出てくるいや私も1分あのチェックインの時間遅れちゃったんですよ。1分ですよ。でも確かに1分って大事ですよね、まあ、遅れちゃったのでダメですってなってまたね次の飛行航空券取って次で帰りました。ありましたありましたいやサッカー観戦で千葉県の柏に行ったキロの話だったそうです。あら千葉県にいらっしゃってたんですね。サッカー観戦は楽しまれたのかな、どうだろうね。いやあ、あと
3、1、2、3、あと2名か。やったやった。あれ大丈夫？あと1名かな。あれあと2名だよね。よしよし。多分最初の方がお肉の方だから2名のはず。じゃあとりあえずあと1名。ちゃんちゃん、あと2名。こちら誰でしょうね。ドク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 。なんか送ってくださった方だとドッキドキですよね。ねえ、ドクドクドン。ハンドメイドハウスさんから。おー、え、自宅の庭に高さ5メートルぐらいのクスノキがあります。夏の終わりくらいからやけに大きくなったなと見てわかるくらいに急に大きくなっていきました。そう思ってたところに2ヶ月分の上水道の請求書が来ました。いつもの2倍くらいの額でどこかで水漏れしていることが分かり、業者に点検してもらった結果、クスノキ近くの水道管からの水漏れ。あー、なるほどね。クスノキさんはそのお水ですくすくと育っていたわけだ。クスノキさんにとってはハッピーな出来事だったかもしれないですね。じゃん、続いてこちら、ドク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 、最後の方ですよ。ドク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 ドン、へそ天コーギーさんからです。9月の最初の3連休に旅行で白米を美味しく炊く名人の定食屋さんでお昼を食べてみるを目標に行った時、なんだろう、あー、なるほどね。お店に着いたらもうシャッターを下ろし始めているところでもうおしまいですって言われてしまったんですね。もう12時、まだ回ってないのに売り切れてしまっていたんですって。そうか、確かにそれを目的に行った旅行でそれが食べられないとかって確かに悲しくなっちゃいますよね。へそ天さんね、ありがとうございます。いつもリポートも送ってくださりますよね。いやね、でも旅行ってそれを目的に行くけど、それがね、あ、やってないとか定休日って書いてなかったじゃんなんてことってありますよね。私もあるの。あるのあるの。いや、皆さんのついていなかったエピソードを読んで、あ、私も結構あったかもって思いましたね。でもでも今日もハッピーな魚住なんですけれども、どうでしょう2023年に。じゃあこのついていなかったことは置いて2024年新たに迎えていきましょう皆さん。うん、ね、この後今お名前呼ばれた方はあのメールがね届くかなと思いますので、そちらもご確認いただければと思います。もう一度改めて企画をおさらいしていきましょうか。チキンも一口食べちゃおう。好きあらば。じゃーん、こちらです。クリスマス特別配信、このあとですね14時30分から岡本優子キャスターコーヒータイム終わりに出演されます。そして20時からは檜山キャスターと青原キャスター2名になりますね。23時からは時田キャスターとなんと森田サンタさんが、特別配信されるということで、全ての番組内にこのプレゼント抽選あるということですので、皆様この後もどしどしご応募の上楽しんでいただければなと思います。はい、じゃあ何を送ればいいのというところなんですけれども、2023年ついていなかったことを募集しております。読み上げる際のハンドルネームね、ハンドルネームもお願いいたしますね。送り先はクリスマスアットマーク wni.tv です。いただいたエピソード番組内で抽選させていただきまして、読まれた方に豪華プレゼントを贈呈させていただくということで、今回私の番組内では黒毛和牛霜降りスライス 500g となっておりました。ぜひこの後あとチャンス3回かなありますので、皆さんね、何かいい抽選当たりますようにと
このツリーのお星様にお願い事をしていただければと思います。この今4番が私引いたので残る1から11番4番以外ですね、当たるということですので、はい、楽しみですね。あ、4番ももう一回入れるんだ。あ、そっかそっか。じゃあ4番もまた当たる可能性はあるということですね。じゃあ、それが良かったのにという方はご安心ください。うん、まだチャンスありますのでね。そっかそっか。あ、皆さんでもコメントでついていなかったエピソードくださるから、この後ねそのままメールにピュッと送っていただければ良さそうですね。あー、そういうこと。今コメント、メール送っていただくとあと3回抽選チャンスがあるってことですか。だから11時に送っちゃったらもう1回分しかチャンスないよってことですよね。早いうちがいいよってことですね。確かにまだねここにも残っていて、あ、皆さんの気になるエピソード見たいですし、皆さんにねプレゼント当たればなと思いますが、この後ゆいこちゃんが弾いてくれる可能性もありますし、またそのさらに後の番組でもしかしたらあなたのお名前が呼ばれるかもしれない。うわー、夢がある。ぜひこの後まずは14時30分からの配信かお楽しみにしていただければと思います。14時30分までに送れば間に合いますか。このボックスに入りますか。お、入りそう。皆さんではもうあと少し2時間ぐらいかな、こう悩んで悩んでついていなかったエピソードを送ってくださいね。なになに、呼んで呼んでね、呼ばれますように皆さんにいいことありますように。ではまあね、それもありますし、まあ、2023年ついてなかったなって思うことをここに置いていくっていうのもいいですよね。ね、気持ちよく2024年迎えていきましょう。新年迎えましょう。ね、じゃあこの後2時間後ゆいこちゃんのねサンタさんも楽しみにしていただければと思います。こんな感じで大丈夫？じゃあ私はケーキとチキンをいただいたので満足して帰りたいと思いますそれでは皆さんまた14時30分にバイバイ。皆さんメリークリスマス始まりました、私の一人クリスマスパーティーなんかユーチューバーみたいですねお待たせしました。あ、すごい、ちゃんと見れてますよコメントが。お待たせしました、着替えてきましたよ番組が終わって。はい、私はね皆さん何を着てくると思いました？結構ねトナカイかなってコメント来てましたけど、ハズレです、私はトナカイじゃないさっきあの番組終わりにモモと何着るか話してたら、黒サンタがいいんじゃないかって言われたので、あとスタッフさんにもこれを押されたので着てみましたが、どうですか？どうですか？あ、全身こんな感じかな。うさちゃん、うさちゃんサンタ、サンタなんですかこれって。これはサンタって言うんですかね。こんな感じです、ふわふわかわいい、ね、さっきと全然違う人ですけど誰ですか初めて、私クリスマスにサンタコスしたの初めてです。多分うさぎ可愛いですね、うさぎが。これは誰が前に来てたんでしょうか、わかります？誰も来てない。あ、じゃあ初めてだ、うさぎちゃん。黒サンタがちょっと私っぽいかなって思って
着てみましたが、どうでしょうか。黒綿毛、黒毛和牛こ、黒毛和牛コスって言われてる違いますけど、うん、これ声聞こえてますか。かわいい、ありがとうございます。押してください。あ、マイクが当たっちゃってるか。マイクが当たってた。どうだろう、真ん中これをどうでしょうかね。どうですか、さっきよりマシ。どうでしょうか、ちゃんと聞こえてますか。あ、聞こえるって、よかった、よかったです。そう、私はブラックウサギちゃんコスです。ハロウィンは、ハロウィンも確か黒でしたよね。ハロウィンは黒のメイドさんでしたけど、今回も黒で、今回はサンタさんになってみましたよクリスマスイブなのでね、はい、どうでしょうか。リボンかな、リボンですか、どうですか。あ、ちょっとこっちこっち、あ、上ここ、ちょっとお待たせしてしまってすいません。ここかな。あ、どうだ、どうですか。 OK、 バッチリです。ぬいぐるみは、ぬいぐるみって、あー、どれにしよう、これであ、いい感じじゃないですか、黒と。じゃあ私はこのちょっと扱いひどいって言われそう。この子を私の膝に乗せちゃう。私はこの、まゆさんも確かさっきこの子を連れてたんですけど一緒、この子にします。皆さんは、あ、そうそう、まゆさんと被りましたけど、抱っこしてます。これは連れてきてないですよ、これ会社のぬいぐるみ会社の誰かのぬいぐるみを連れてます。かわちい子ですいいですね、なんかあの無音の中一人で配信やると思ってたらちゃんと音楽が流れてたのでよかったいいんですか、こんなゆるくていいんですかね。うん、今日はじゃあまず始めていきますか、パーティー。うん、最初は今回の企画のおさらい企画のおさらいから。あ、違う、まずはケーキを食べていいそうですよ。やったー、さっき見てたんですよ、本戦で、あのまゆさんが、あの何がありましたっけ、透けてましたよねケーキね、緑色のモンブラン、あれ何でした、モンブラン、抹茶、うん、あれが透けてたのは見えました。この背景がケーキに映ってた。私はなんか何種類かあったからどれを食べられるかなってさっき考えてました。今日はね、朝起きて7時ぐらいにご飯食べてから何も食べてないのでお腹空いてるんですよね。うん、ちょうどおやつタイム、お腹空きました。ケーキとチキンね、チキンもあるって見ましたよ皆さんケーキ食べましたか。あ、ケーキも食べました皆さん、まゆサンタがやった、嬉しい、いや、まゆさんも一緒なんですか、うん、いないですか、ね、さっきね、はい、やらせていただいたの、でも残ってた、あ、お疲れ様です。嬉しい、見てましたよ、うん、ありがとう、手振ってくれてましたよね。あ、そう、なんか出てるよってコメントあったから、そう、そうなんです、そう、会話も成立してて、なんか私がこう話しかけてまゆさんが一人で喋ってるじゃないですか会話が成立して後で見る、2人でパーティーみたいになってました。最高、寂しいよね、え、寂しいです、ハロウィン一緒でしたもんね。ねー、サンミリ、あ、
ありがとうございます。私あの爆発させたから気をつけて。え、飲みました？うん、飲んだ、いただいた、美味しかった、すごく。お酒ですか？あのジュース？うん、ノンアルコール。あ、本当だ。じゃあこれとケーキをいただきます。嬉しい。まゆさんと一緒に。私まゆサンタ。まゆサンタなんだけど聞いてよ。見てよ。あのね見てこの大きさ。ワンちゃんぐらい入っちゃいそう。やばい。なんですか。なんかね、外側の袋買おうって思って、可愛く包もうって思って、こんな作りだと思わないかな。いや、なんでも入っちゃう。これまゆさん、まゆサンタからですか。そう、まゆサンタ、本当に。え、視聴者さんに？え、違う。だとしたらもうちょっと気にしてあるから袋変える。そう、あのね、ゆいこちゃんが前冷え性ってなんかエクサスの方で、はい、そう言ってたから、もこもこ靴下買ってきた。あ、そうだね。なんかおばさんの立場で。ごめんね、私まで触っちゃって。え、嬉しい。開けてもいいですか？うん、あ、いいよいいよ。後でで大丈夫。ダメなんですか？うん、これも大きいしね。すごい。え、見てください。冷え性グッズですか？そう。嬉しい。私がお家で愛用してる、はいはい、あの何？ルームソックス。嬉しい。サンタさんが来るなんて思ってなかったです。こんなに可愛いサンタさんがこの世には存在してました、うん、ありがとう。どこ行っちゃった。見てください、うん、特大ね。特大の。あ、待って、メッセージカード置いてきちゃった。後で渡すの。ありがとう。嬉しい、ね、え、わざわざ買いに行ってくださったんですか、うん、もういいの、楽しかった。何？出る予定だったんですか？あ、もともと出られる予定。いや、あのコラボ、ね、コラボしちゃった。いいのかなって。でも絶対、あ、そういえば見てなかった。何？うん、あ、すごい優しい焙煎。優しい焙煎かな。ゆいこりんよかったね。ゆいこりん、ゆいこりんって可愛いね。あ、本当ですか、うん、ゆいこりん、ゆいこりん。なんて言われることが多い？ゆいこちゃん、ゆいこちゃん。最近できたのは、こりさです。こりさ、ゆいこ、りさ、こ、どっちもくっつけたこりさ、可愛い。ゆいこりんもたまにあの X で来ます、うんうん、あ、ゆいこりんお疲れ様。え、かわいい。ゆいこりんもこりさんもかわいい。そうなんだ。え、まゆさん、うん、あ、そっか、まゆさんのマスクはないんだ、うん、マスク、マイク。マイク、マイクね。失礼いたしました。なかった、なかった。マイクでした、うん、ね、え、嬉しい、うん、いいの、いいの。ケーキ食べて、ごめんね、中断しちゃって。こんなプレゼントまでいただいて、もちろんありがとうございます。以上、まゆサンタでした。こんな可愛いサンタさんが。え、一緒にケーキ食べていいんですか？食べましょうよ。いいの？じゃあケーキだけいただく。あ、ちょっといいの？ちょっと一回咳が出そうなんですけど。じゃあどうしよう。一体天下目。助けて。戻ってきたね。ただいま。なんか起きましたね。涼しく隣にごめんね。あのサンタさん、プレゼントを届けてくれた、うん、まゆサンタと一緒にケーキを食べられることに、うん、やったー、嬉しい。食べましょう、食べましょう。プレゼントをちょっと大事に大事に、うんうんうん、ありがとう。え、飛ばしちゃった。白くも結構
かわいそう。結構かわいそうなこと言ってる。大丈夫？白熊。ちょっとちょっと。白熊ちゃん。よしよし。え、ケーキ見てみて、すごいかわいいな。見えてた？静電気がね。透けてましたよね。あ、そう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 。見てました見てました。透けてる。被害者2匹の、はい、うちの1匹私がね食したので、どれですか、スリーですか、うん、そう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 、よいしょ、じゃあもう一回パッカンします、うん、パッカン、はあ、え、さっき見えてたのじゃないやつもある、うん、もうそう増えてはないと思う減ってはいるけどね、増えてはないかなこれが見えてなくて、あ、見えてなかった、え、美味しそう、かわいいよね、かわいい、見えるかな、うん、見えるかな、ハロウィンに引き続きかわいいケーキ、かわいいね、かわいい、雪だるまも笑ってるニッコニコね、ニッコニコかわいい、かわいい、食べましょう、食べましょう、姉さん何食べますか、さっき何、私さっき食べたからね、何味でした、さっきの抹茶だった、緑のこれ全部何味ですかね、わかんない、かわいい、かわいい、もうすごい笑ってるこれ味わかります、わからない、うん、何だろう、何ケーキが好き、普段何食べる、タルト、いちごタルト、いちごタルトが好き、いや、ケルフェボンの、あー、おいしい、お好きですか、ね、うん、好き、いちごタルト好きで、並ぶよね、でもケルフェボン、え、並んだことないです、うそだあれ私結構並ぶあれ外で結構並んでるんだけど、違う店舗、違う店舗だね、穴場かな、それ教えて絶対に並んだことないとこしか本当にあれおかしいな、ケーキ食べたかな、食べましょう食べましょう、うん、マイさん選んでください、え、私さっき食べたからいいよ、何がいい、え、でも何味だと思います、じゃあこれはでもモンブランじゃないですか、この子と、うん、この赤いの、うん、でもこの赤い子いちごじゃなかったら結構衝撃よね、ね、あ、でもムースかな、え、ちょっと気になるな、うん、これもこれかこれで迷ってて、ね、いいんじゃない、両方食べていいと思う、どっちも、あ、じゃあこっち食べてみて、じゃあこれこれにします、うん、はい、じゃあ私赤いので、うん、あれ、うん、シャンメリーどこ行っちゃいました、あ、シャンメリー私がどこ行っちゃった、あ、シャンメリーぜひ開けて、あ、これあれですか、あの、うん、パンってあれですか、そう、おー、開けれるかな、よく、さっきスタッフさんに私途中まで開けてもらった、では行きます、うん、だって私握力がないんですよね、握力11ぐらいしかなくてかわいいそれこれ結構え、これパンってなります、え、行きますよ、うんうん、あの溢れるのだけ気をつけて、うん、ちょっと痛いかも、あ、まいさん痛いよね、あ、すいません、なになに、いきますよ、うん、あ、全然なんないですよ、うわあ、あぶれない、大丈夫メリークリスマス、メリークリスマス、嬉しい、まいさんとクリスマスパーティーできる日が来るなんて、ね、確かに嬉しい、あ、こっちのものよいしょよいしょ、ありがとうございます、じゃあ私、私もしっかりもらうけど2個取っちゃった一緒に飲みましょう、乾杯しましょう、乾杯しよう、なんか本当にクリスマスパーティーっぽくなってきました ね、よかった、なんか一人でやるの寂しかったんですよ、わかる、私もさっきそうだった、えですね、どうでした、楽しかったですか、うん、皆さんがいるからね、コメントに救われるよね、確かに確かに、うん、メリークリスマスって来てますね、かわいい、メリークリスマス、メリークリスマス、良きイブを、良きイブを何してるんだろう、この時間みんな何してるんですかね、でもお昼食べてまったりタイムなんで、あ、うん、で私たちを見てくれてるんだ、そうだ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、一緒にイブ楽しみましょう、楽しみましょう、ねね、嬉しい、あの一緒にパーティー、もしかしたらケーキある方もいるかもしれないですね、一緒に、うん、一緒に食べましょう、あと皆さん乾杯しましょう、乾杯しましょうありますか3人で乾杯しましょう3人か分かんないけど
三人かわかんない。せーの、せ、え、じゃあ乾杯の温度。わかりました。じゃあ皆さんに皆さんにとって素敵なクリスマスイブになりますように、うん、乾杯。うん、美味しい。小学生ぶりに飲みました。幸せ。美味しい、ね、幸せ。よかったです、うん、幸せ。幸せならよかった。地味に喉乾いてたのですよ。私も飲み物なんか飲みたかったです。ねえ、KP、うん、あ、KP してくれてますよ、いっぱい。 KP、 やったー、KP、 やったー。ちょっとこれ熱くなってきちゃったな。クリスマスって感じだね。嬉しいですね、なんか、うん、嬉しいですね。クリスマスを会社で味わえるなんて。確かに。ありがとうございます、うん。よいしょ。私何食べようかな。ありがとう。まえさんも食べてください。いいの？ちなみにもう一個食べるとしたらどれがいい？これ雪だるまちゃんね。これですかね。あ、じゃあ私この子ショートケーキ大好きなの。かわいい。好きそう。好きそう。かわいい。ショートケーキ好きそう。まあ全部好きだけど。まえさんって、うんうん、あのお兄ちゃん、うん、はい、いらっしゃいますよね。そうそう。クリスマスとか何してました？兄が今何してるか。一緒に。ああ、一緒に家族でみたいな。あ、でも家族でみんなでパーティーしてた。兄と二人のクリスマスはないかも、うん、あったかな。でも兄さん一人でしたっけ？うん、二人。じゃあ二人兄弟。二人兄弟。お兄ちゃん二人。二人で三人で、うん、そうですよね、うん、妹妹コンビですよね。そうそうそう。コンビ。セットコンビ。そんな感じしますか？そんな感じ。あ、食べる、ね、食べます。食べる。私ね、さっき食べ、はい、食べたの美味しかった。あれ食べてたんですか？そうそう。思ってたより豪華でびっくりしてる。食べてた。豪快に。嬉しい。ちょっと一回この人を。よいしょ、うん、あ、そう、うん、そう、お兄ちゃんのことなんて呼んでる？名前です。あの、二人いるのでお兄ちゃんって呼ぶとお兄ちゃんが二人になっちゃうじゃないですか。二人から返事が来ちゃうのか、うん、下の名前で、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。下の名前で呼んでて、うん、私はゆいこって呼ばれてます、うん、そうなんだ。でもあのお兄ちゃんって呼ぶの憧れてました、うん、あ、可愛いじゃないですか、お兄ちゃんって呼んでる妹って。思いません？呼んでる妹ってね。なんて呼んでます？私ね、ニーニーなの。あ、可愛い、うん、お兄ちゃんって昔呼べなくてニーニーになってからずっとニーニーって。ね、可愛い。うん、あ、呼べないってそういうことですか？そうそう、難しくて。難しくて。え、かわいい。そうそうそう。ニーニーか、呼んでみようかな。ニーニー、いきなり。ニーニー。ニーニー、久しぶり。あ、久しぶりだ。あの、もう、結婚して出てるお兄ちゃんとか、そっか久しぶり。へぇ、そっか。会いたいね、そしたら。ニーニー、キャラじゃない。そんなことない。かわいいじゃん。かわいいですか？なんだ、ゆいこって言ってくれるよ。どうしたんだ、うん、どうしたんだゆいこ、欲しいものあるのか。なんか買ってやろうか。甘えてきてるな。何ですか？何の会話か。変な会話ですか？確かに。お兄ちゃんトークです。やっぱ妹ならではのトークですよ ね。仲いいんだっけ？まあ、仲いいというか、うんうん、あのシスコンすごい。あ、言ってた、ね、私のことが好きっていう感じですかね、うん、いいじゃん、幸せだね。食べますか？食べましょう、一緒に。いただきます。いただきます。はい、1個目。どうしたゆいこってコメント来て。何か欲しいのか、なんか買ってくれるかな、うん、え、クリスマスプレゼントおねだりした？お兄ちゃんにですか？これ買ってって。これ買ってってなんかちょうだい。でも、うん、あのなんだっけ、入学、うん、大学入学した時は買ってくれました、うん、プレゼント、うん、いただきます。思い出に残るよね、うんうんうん、
美味しい美味しい、うん、何だったなんか見せないと伝わらないかもこの笑い赤いの見ていやこれいちご味じゃなかったらって言ってたんですよねさっきね、うん、まだつぼっちゃったもうずっと笑ってるねつぼり開いちゃってあーやばやばあーもうまゆさんって本当に面白いもう何笑いって感じですよねいやあの1分ぐらいツボ、うん、いや逆に何なんですかねこれちょっと待ってくださいね分かんなくなっちゃったいちごだと思って食べたもんねびっくりちょっと見ますか、うん、見たらみんなが当ててくれるんじゃないなんかこれ思ったより緑なのよねもっと緑よねそうなんかこれ白く見えるけど、うん、ちょっと緑っぽくて、うん、絶対いちごだと思って食べたのにいちご味じゃない何味なのけどすんごい美味しいねよかった結果オーライ私はね、はい、ショートケーキに見えてすっごいショートケーキだった見た目通りショートケーキ、うん、っよかった、はい、まゆさんの大好きなショートケーキで、うん、よかったあ面白い。あ、ピスタチオっていっぱい来てます。ピスタチオかな。そう。濃くないで。え、ちょっと食べてみてください。食べたい。いいの？ちょっと、え、分かんなくなってきました。うん。うん。すごいショートケーキ。メロンではないんですけど。なんだろう。なんだろう。なんだろう。うん。いただきます。召し上がれ。うん。あ、ピスタチオっていっぱい来て。確かにわかんない。わかんないですよね。うん、何味かわからないけど美味しくないですか。美味しい。ですよね。この周りの赤い部分がフルーツ？いちご？いちご？でもいちごでもないですよね。うん、なんか酸味がない。いちごの酸味はないです。まあでもよくわかんないけど美味しいって感じです。美味しい。すっごく美味しい。答え分からず。分からず。可愛いしね、美味しいしね。うん、これはあれですか、うん？食べながら進めてった方がいい感じですかね。うんうん、じゃあやっていきますか。うん、ゆるく、うん。まずは、うん、今回の企画のおさらいです。うん、はい、こちら今回は。クリスマス配信ではクリスマスプレゼント企画を実施します、うん、次の画像あります、はいはい、こちらの募集テーマ2023年ついていなかったことというテーマで皆さんにこちらの送り先に送っていただいてそのエピソードを番組中に抽選で選びます。はい、番組で呼ばれた方には抽選でプレゼントを差し上げます、うん、プレゼントあっあとかはい、プレゼントゲットまでの流れはこのようになっています。そしてプレゼントの豪華景品はこのように11種類の商品の中から抽選でいずれか1つの商品を決定します。豪華じゃないですか、うん、私今日知ったんですけど、うん、黒毛和牛あるんですって。私も参加したい、うん、ね、応募したい応募したい、うん、全部詳しく見ていく、うん、見ていきましょう、うん、プレゼント一つ一つ、うん、まずは黒毛和牛サーロインステーキ 600g、 うん、美味しそう、ね、じゃあ2個目は早いですか？うん、これ2つ目ですか？1つ目？これさっきの黒毛和牛ですか？英語等級だって。食べ
たいよね。すごい。あ、これ私がさっきね、食べ抽選で食べてないよ。実証をこうしてない。食べました。うん、当てたの。まゆさんが引いて、そうそう、そうなんだ。黒毛和牛だった。これは当たるのは一人なんですか？そう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 、お一人、うん、ゆいこちゃんの手にかかってるの。うん。そう。大事ですね。緊張しない？なんかあんまりしてなかった。あーだあーダメですよね、緊張感もと。はい、なんか皆さんのコメントで何番来てみたいなのがあると、あそう緊張感増してくると。確かに確かに確かに、うん、なるほど。じゃあ後で多分緊張します。そうそうそう。黒毛和牛いいな。あ、でもこれも当たっちゃったんですもんね。でもね、また出るかもしれない。もう一回当たるかもしれない。そうなんだ。じゃあ次見てみますか。うん、うわあ北海道産のウニ、うん、生蝦夷馬粉ウニ。わあいいですね。海鮮もいいですね、うん、この時期海鮮美味しいですからね。皆さんはどっちだろう、お肉派海鮮派？確かに私はウニ食べたいな、うん、じゃあ次お寿司も食べ行きたいね、一緒にね、うん、ですよね、うん、行こう行こう。そうだ、全部行きましょう、うん、タイ料理もお寿司も、うん、そしてそしてそして、うん、次はふぐ刺し、ね、すごい。ふぐ刺しってお家で食べられるんですね。え、なかなか買わないよね。ですよね。これもいいわ。うわー、ね、一人で全部食べたい。一人で全部食べたい。ふぐ刺しいいですね。うん、あとまだまだありますよね、うん、次はまだまだある。これはお茶漬け。見えます、お茶漬け、うん、極上の味、うん、わーいいですね。たくさん入ってます、うん、これは。じゃあ金額見てみたい。1万一斉のお茶漬け。そんなお茶漬けすごいね私が食べてるの何百円だろうって感じだから自分で買わないからこそよくない。あ、確かに、ね、え、こんなに味あるんですか、うん、これは。え、そうすごい種類が。牛タンとかあるんだよ。え、16種類の、うん、ああ16種類入ってるんだ、うんうん、え、美味しそう。そう、全部食べ比べしたい。うん、いいね。いや、いいですね、うん、うなぎもありますよ、うん、わーお、うん、え、すごい、食べたい。美味しそう。私はうん、あ、たらこ推しです。たらこ推し、はい。マイさん何ですか。私気になるのはこの牛タン。あー、美味しそう。食べたことない牛タンのお茶漬けって。確かに、うん、初めて聞きました、うん、どんなんなんだろう。魚系しか、うんうん、どんなんなんだろうどんなんなんなんだろう気になるよね。すごい種類いっぱいありますけど、うん、じゃあ次も見てみますか、うん、わー、毛ガニすごい。あ、これもまた11,500円、ね、2杯なの。すごい、ね、たくさん食べれそう。たくさんですね、うん、年末に食べたいな、ね、いや豪華です ね、うん、次は何ですか。わ、お米だ、うん、しかも新米。いや、いいですね。お米もいいな、うん、何でもね、何でも食べられますからね。もう買ってくると重たいじゃない、うん、届くの嬉しいよね。うちに来てくれるのいいですね。うちに来てくれる、お米側が来てくれるお米が会いに来てくれる。そう、迎えに来なくてもいいからあっちから来てくれる、うん、ありがたいいや、いいな、お米もいいですね、うん、まだありますか、うん、うん、ローストビーフ、松坂牛、松坂牛、うん、どっちですか、うん、松坂牛かな。松坂牛、うん、いや、ローストビーフか、ね、あ、クリスマスっぽいですね。確かに美味しそう、ね、みんなはどれが好きかな、みんな何がいい、何がいい、米米牛米米まだあります。米も嬉しい。うわ、うん、キャビア、すごい、キャビア 50g、 どんな感じで、あ、噛んでくるのかな、うん、うん、キャビアもね、いいな。いや、いいですね、うん、お正月とかにどう、なんか、あ、ね、いいですね、ちょっとおしゃれな、ね、おせちだけじゃなくて、うん、あ、いいな、そうそう、和食にも合うんですね。うん、じゃあ次見てみましょう。あ、いくら好きですか大好きです、うん、海鮮好きで、ああ、
そういうことか。大好きなんですよ。美味しいよね。美味しいですもん。いくらも。いくら？なんか美味しそうなの見すぎてお腹の。思った。グーって言ってるから。大丈夫かなと思った。大丈夫。あ、そして最後。ありがとうございます。そして最後は、うん、ウェザーニュースキャスターのカレンダー、うん、サイン入りなんですよね。そう。うん。全員のサイン。すごいですよね。豪華。うん、サイン入りでプライスレスになるっていう。ゆいこちゃん書いた？書きました。書いた私、うん、サイン書くの早すぎて、うん、スタッフさん全員に驚かれました。シャシャシャって書けない。早いです。かっこいい。サインをもうどれだけ早く書けるかっていうのを考えるために2週間ぐらい温めてたんです。すごい。で、うん、その最後来た日にもうすごいスピードで書いてたらもう、うん、驚かれました。見てみたかった。今度見てください。まゆ、うん、さんの見ましたよ、うん、ありがとう。可愛かった。ありがとう。そんな渾身のねゆいこちゃんのサインがありますので、カレンダーもあるってことですね。皆さん11種類のプレゼントありますので、うん、どれか当たりますよ、うん、楽しみ。そして金のボックスの中身は、うん、これなんだろう。これさっきも見ました。さっきの10。あー、やだやだ、泣いちゃう。泣いました。やだやだ。大丈夫。これを確認。そうそう、すごくないこれ。え、かわいくないですか、うん、かわいい。私たちがいる。そう、まゆさん。ありがとう。まゆさん、これを、これを確認して、うん、あ、なるほど。どうやって出そうかな。あ、ありがとうございます。これちょっと嫌な音なりそうで怖い、うん、どうやって出しました。やだやだ、ちょっとすごい。やべやどうしよう。あ、これどうしたらいい。どうしたらいい。大変大変。ああそう、全部入ってますよ。あ、私も片手シート持ってるから。これ私まゆさんいなかったら大変なことになってました。いやいやいや、いや、あ、全部出せました。うん、たらん。これでこれと11、持ちましょう。1、2、3、4、多分全部あります。あります、あります。イエーイイエーイイエーイ。これの何が当たるかお楽しみに。私の手にかかってますね。そう、でもさっきまゆさんが引いてないやつ引きたいです、うん、ね、そうだよね。なるほど、こうやって開くんだよって教えてくれました。これ下向きに入れるのか、うんうん、じゃあこれで、じゃあまゆさんが当ててないやつ以外が当たりますように、うん、これ先に中身を戻して抽選を。じゃあ、うん、早速抽選いきますよ。じゃあどれが欲しいですか、ね、どれが欲しいですか。ドラフトチック、誰が来るかな。まだいいですか、うん、じゃあいきますよ。本気です。どれがいい、どれがいいかな。カレンダー、あ、カレンダーがいいです。私おたん引きたいよ。引きたいです。サイン書いたので。いきますよ。少々お待ちください。少々お待ちください、うん、シャカシャカ。まゆさんパクパクって書かれた。もうね、完食しちゃった。じゃあ食べたこ、じゃあこの待ち時間に食べちゃおうと。食べちゃえ食べちゃえ。あ、音楽止まっちゃった。そういうことか。マイクは大丈夫なのかな。
いいんですか BGM が。少々お待ちを。いつもいつの間にかなくなってるケーキ。そうなんですよ、私も不思議で。いつ食べてました？食べてるとこ見てなかったです。私ケーキとかアイスとか一瞬でなくなってしまう。あ、アイス一瞬です。私もね、怖いわ。食べちゃう。うん、さっきのなんか番組中に、うん、まゆさんが一生チキン食べてるって、うん、ね、私チキンも完食したの美味しかった。うん、そうそう、もういけます。まだまだかな。ならなくなっちゃった。どんなついてないお話が来るかしら。おお、ねえ、さっき何ありました？さっきはね、旅行先で転んじゃったよとか、転んじゃって、そしたらなんとそこでIC カードも落としちゃってたよって。だからあ、でもそのカードの中に200円しか入ってなかったの、チャージが。だからまあって感じだったけど、うん、あんまりいい気持ちにならなかったよって感じなんだけど、私だったら多分200円でよかったっていうプラス思考にこう。でもなんかその転び方にもよりません？あ、確かにそうだよね。痛かったかな。いや、痛いと思う。痛いぞ。痛かったと思う。私、うん、うん、痛そう。ゆうこちゃんなんか今年ついてないこととかあった？思い、ありすぎて、うん、ありすぎますけど、ありすぎるの？なんかさっき番組内で話してたのは、うんうん、変なモノマネさせられて。誰に？あのキーワードランキングで罰ゲームやるスタッフさんです。うう、ね、道端でとかだと思ったいけない大丈夫大丈夫って思ったね、やりましょう、うんうん、じゃあじゃあじゃあ、はい、これは音楽に合わせてってことですか、うん、あれ、うん、お、いいですか、あれ取れない取れた取れた、せーの、な、あ、何、あ、カレンダーじゃないですけど、これは、あ、ローストビーフ、ローストビーフ、クリスマスっぽい、やったー、豪華じゃないですか、300g、やったやった、お肉引きました。いいですね、ローストビーフ、やったやった、私がお肉食べたいからお肉引いたみたいです、うん、じゃあこれをここに置いとこ、うん、それで、うん、次は誰に当たるかね。なるほど、ピンクのそこからメールを、誰に当たるかな、誰がいいかな、いきますよ、うん、ローストビーフ、これはドラムで掘れないんだ確かに、これはダンスで、うん、なるほどなるほどじゃあいきますよ、うん、じゃん、ここがね、お名前、これは、うん、でもね、ここだけ、あ、こっちがお名前で、なるほど、あとはここが、じゃあお名前いきます。ただいま昼寝中さん、はい、今年ついていなかったことは、あ、ごめんなさい2月の名前の発表もう一回いきます、うん、ただいま昼寝中さん、あ、ちょっと、ただいま昼寝中さんおめでとうございます、やっぱやっぱいますか、見てますか、お昼寝してダメだね、起きて起きて、おはよう、おはよう、当たったよ、今年ついていなかったことは、うん、2月の雪の朝、会社で新雪の下に隠れていた氷で足を取られ、うん、後頭部を強打、え、会社の人に病院に連れて行かれて検査して特に不具合なかったのですが、うん、頭痛が収まらず会社の休憩室で1日寝てました、ねね
一日寝てました、寝てたんですか、あだから昼寝中、あそういうこと、あじゃあ Now ってこと、あ今寝てるえその休憩室で一日寝てたからただいま昼寝中なのかな、 Now なのかな、あ進行形違うかまた転んじゃったみたいです、まゆさんと一緒で、うん、ほら隠れていた氷出しを取られて、胸頭部じゃない後頭部を強打、危ない痛かったですね、けどローストビーフが当たりました、おめでとうございます、行きましょう行きましょう、これはこれいるんですかね、何いや本人来たってコメントあったから本当と思って、入院中ではない、あこれ2月の話だから、ね、検査もなかった、あ検査で異常はなかったのよね、検査で不具合なしです、あよかった、ただ頭痛が収まらなくて会社の休憩室で1日寝てたそうです、でもそれがついてるんですよもはや、うん、だって異常はなかったんですか、うん、異常もなかったし、ね、最後にローストビーフ食べられる、確かに、うん、ついてますね、うん、ついてるの、結果ついてたっていう、まあ、ただ転ばないでください、うん、うん、おめでとうございます、ただいま昼寝中さんでした、うん、はい、そしてとてもたくさんのメールを皆さんからいただいているのでサイン入りのカレンダーをあと5名抽選します、私が、うん、やったー選んじゃおう、5名、すごい、じゃあ私カレンダー引かなかったですけど、うんうん、カレンダー皆さんもらえるってことですか、ね、じゃあ行きますよ、うん、じゃあ5人いるんでどんどん行きますね、最初はじゃーん、ハンドルネームウィンディさんです、おめでとうございます、キャスター予報士の皆さんメリークリスマス、メリークリスマス2023年ついていなかったことはウェザーニュース関係だとファンミーティングに行けなかったことです、広島からは遠くて仕事の都合もあり断念しました、配信で見ましたが現地で見たかったですね、プライベートだと家の給湯器が壊れて買い替え数十万の出費になりました、原因は水配管の凍結です、水って怖いですね、あちらこちらの配管が外れたり水漏れして大変でした、来年はいい年になりますように、au pay のプレゼントよりサイン入りのカレンダーが欲しいです、おおやったやった、すごいついてるついてるついてる、でもね、よかった、凍結系怖いよね、これからの時期ね、怖いですね、水配管も、うん、しっかり対策を行っていただければと思います大丈夫か大丈夫か、いやでも本当おめでとうございます、おめでとうございます、ご本人いらっしゃるのかな、でもねさっきいたみたいな、そうご本人って来てたから多分見てらっしゃる、すごい、おめでとうございます、おめでとうございます、じゃあ次いきますね、次はおハンドルネーム G レモンさん、おめでとうございます、ウェザーニューズ様、Gレモンです、ついていなかったのは自転車でパンクして10キロくらい歩いて帰ったことです、一度は修理できたのですがタイヤが薄くなりすぎて破裂していたので2回目は無理でした、タイヤの日常点検は重要ですね、でもその2ヶ月に富士山を登って下ったこともあったので下りでパンクしなくてよかったといただきました、わーパンクはついてないですね、でも富士山でパンクしてたら大変ですよね、うん、ってことでついてるまやさん絶対に全部ついてる方に話の考え方がなんとかかわいそうですよね、でもついてるじゃないと思っちゃうのよ、うん、これはついてますね、ね、うん、確かに災難だったけど、うんうん、ね、まあ、でも点検大事ね、
点検して、来年はパンクしませんように。車もそうだけどね、自転車も危ないよね。そうですよね。気をつけてくださいね、自転車も。はい、でもカレンダー当たった。おめでとうございます。タイヤ点検日をカレンダーに書くしかないね。あ、いいですね、それ。忘れない。忘れないようにもう。毎月。行きましょう。毎月書きましょう。ね。じゃあ、次行きますね。次。今何枚引いたんだろうね。分かんなくなるよね。2枚だから、あと3名。あと3名。うん、あ、ちょっと適当になっちゃった。じゃあ行きまーす。皆さん、当たるかなー。じゃん。じゃん。続いてのハンドルネームは、むにゃむにゃさん、うん、おめでとうございます。今年ついていなかったことは円形脱毛症になったことです。笑っちゃいけないですよ。ダメ、怒られたスタッフさんが。今年の6月に行きつけの床屋さんに行ったら、まるまるさん、うん、後ろの毛がないですよと衝撃的な発言が、鏡で見せてもらったら、うなじの部分が500円玉の大きさで脱毛していました、すぐに病院に行った方がいいですよと言われて、その後通院して今は治ってふさふさです。3月頃に床屋さんに行った時は何も言われなかったので、いつから脱毛したかは不明ですが、後ろだったから気づかずにしばらく脱毛のまま生活していたかと思ったら恥ずかしいです。知人や職場の人たちも気を使ったのか、触れてはいけないと思ったのか、誰も教えてくれなかったので、今は治療の甲斐あって元に戻っています。よかったよかった。なんかいいね、よかったよかった。結果ハッピーでもあるからね、まあ、これは確かにまゆさんが言わなくても、この方も結果良かったって言ってるので、ついてそうね、まあ、結果、まあね、後ろとか私もなんかさ、自分の背後って見えていないじゃない。私もよくあの何クリーニングのタグとかさ商品のタグとかたまに付け替え忘れでさ歩いちゃってるけど、はい、まあ、誰も教えてくれないよね。そうですよね。でも全然恥ずかしくないですね。恥ずかしくないですよね、全然、大丈夫です、頑張って生きてきた証拠だし、カレンダーも当たったし、よかった、イエーイ、はい、じゃあ次行きますね。あと2人になりました。あと2人、2名さあ、皆さんドキドキですね。カレンダー当たりますように。ね、欲しいですよね。見てる人とかいるかな。次はジャカジャカジャカ、この人にしよう。はい、ハンドルネームあやひでさんです。おめでとうございます。今年ついていなかったことは、ゴールデンウィークにコロナが明けて久しぶりに遠出をしたら高速道路で車が故障したことです。北九州から関西に向かう途中でイメージで故障したのですが、すぐには治らないとのことで泣く泣く新幹線で帰宅しましたとのことです。車が故障しちゃったんですね、それはついてない。でも故障して事故しなくてよかった。それは事故してないし、新幹線乗れたからよかった、そうよかったの。新幹線のお金なかったら大変ですもんね。確かにね、よかった、よかったの。よかった、新幹線が通ってないとこだってあるしね、確かに、帰れてよかった、よかったのよ。ついてるのよ、みんなついてるんですよ、この方。しかもカレンダーも当たっても、すごいついてる。そうそうそう、こうやって楽しくよかった番組見てね、はやひでさんもついてました。ついてる、ついてるのよ、よかった。はい、じゃあ次最後ですよ。最後ですよ、皆さん。わー、どうなるかな。ガチャ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 。最後はこの人、じゃん、いきます。ハンドルネームカメリアさんです。おめでとうございます。わーい。2023年ついていなかったこと、ある夏の夜、節電で間接照明にしながらアニメを見ていたら、足先からゾワゾワと何かが上がってくる感触、その後大きめの某 G を駆除しました。絶対にあれが足を、あーかわいそう。
マユサンタもフォローできない。え、足に直接ってことですよね。でもあれかな、なんかいい匂いして誘われてちゃったのかな。甘い匂いがして、ジェイが甘えてたのかも。よしよし、かまってって、かまって遊んで遊んでって、これもジェイ駆除されちゃった。かまってダメだった。駆除、駆除が、駆除しちゃったか。しかも大きめだったらしいです。待ってって言ってたのかもしれないね。友達になりたかったかも。待ってほしかったけど、うん、駆除されて。うん、ね、G は、某 G は、うん、まあ、ついてなかったですね。まあ、でもカメリアさんは駆除できたからも、グーナイス。そうですよね、駆除できずに逃げられちゃう時もあるけど、うん、無事駆除できて、うん、カレンダーも当たったから、うん、ポジティブ。ついてる。ついてる。よかったよかった。うんうんうん、終わっちゃいましたね。もう5人、でも5名の方はカレンダーが当たって、うん、あとは1名、うん、ローストビーフが当たりました。あー、やったー、おめでとうございます。おめでとうございます。クリスマスプレゼントですね、これは、うん、いやー、よかったよかった。ゆいこサンタによるクリスマスプレゼントだね。そっか、これは私によるものなんだ、うん、一応、うん、私もプレゼントもらっちゃいましたけど、いいでしょう、まゆさんからのプレゼント。それが一番みんな欲しいかもしれない。そんなこと。いやー、うん、豪華でしたね、うん、おさらい、ではおさらいしていきましょう。今日のクリスマス特別配信ではクリスマスプレゼント企画を行っております。この後は20時から20時30分まで檜山キャスター、そして青原キャスターが、そして23時から24時までは時田キャスターと森田サンタが出演してくれます。はい、ここまでもたくさんプレゼント皆さんに当てて、うん、プレゼントしていきましたけど、この後もまだまだプレゼント企画ありますので、皆さんも募集テーマ2023年ついていなかったことで、こちらのメールアドレスまでエピソードを送ってください。はい、こちらまだまだねプレゼントたくさんあるので、ぜひぜひたくさん応募してください。まだ送ってない方もねいらっしゃると思うので、ぜひ送ってくださいね。この後は檜山キャスター、ももちゃん、時田瑞希キャスター、森田サンタもいらっしゃるのでね、皆さんがきっといいプレゼント当ててくれるんじゃないですかね。以下の11種類の中から抽選でいずれかの商品が、皆さんにプレゼントされます。ぜひぜひたくさん送ってください。なんかクリスマスっぽかったです ね楽しかった、うん、ありがとう、ありがとうございます。なんかすごい一人でやると思ってたのに、うん、隣にまゆさんがいてくれて、うん、お邪魔して楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。そろそろおしまいのお時間ですね。寂しいですけども、じゃあ終わりましょうか、ね、次は20時、はい、20時から、うん、始まりますので、うん、ちょっと時間が空きますからね、皆さんそれまでにお風呂とかいろいろ済ませて、うん、あとはあれよ、うん、まだ間に合うからついてなかったエピソード、うんうん、いっぱい書かなきゃ、ね、思いついたらピッと送ってね、抽選、うん、当たりますようにってお願いしてね、お願い事して、うん、画面の前で20時から待っててください、うん、はいはい、ではそれではこの後も皆さん素敵なクリスマスイブをお過ごしください。バイバイ、 バイバイ。皆さんメリークリスマス、お待たせしました。後ろに暖炉があるんですね。ちょっとまだ、あ、
さやさんがご到着です。いらっしゃいませ。かわいいです、さやさん。黒サンタさん。黒にしました。似合ってます。あのゆいこちゃんから聞いてくるのもあるよって教えていただいて、黒がさやさんっぽいです。あ、本当ですか。はい、トナカイすごいかわいい。本当ですか。ちょっとサンタさんか迷ったんですけど、はい、さやさんがサンタさんなら私はもうトナカイとして働こうって思って。私もおもちゃんが、はい、サンタさんだったらトナカイマリだなと思ってました。あ、本当ですか。これでもサンタさんなんですかね。なんかうさぎにも見えますけど。あ、これつける感じですね。つけてる？つけました。ここからどうつけてる？上からつけてる？リボンにつけました。じゃあリボンにつけよう。じゃあこれでいかがでしょう。聞こえますか？使います。あ OK ということで、ありがとうございます。あ、すごいライブ配信でいっぱいチャットできてくれてるんですね、はい、ありがとうございます。ではちょっといかがでした、ちょっとお話できますか、皆さん。あ、まず全く本当に始めたばかりにさやさんいらっしゃったので。まつげ長いね。本当ですか。かわいい。最近ゆいさんにもお褒めいただいて。え、地まつげですか。そうです、そうです。私まつげ長い人すごい好きなんですよ。さやさんも長いですよ。いや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 、すごい長くてこれ地まつげだと思えないぐらい。本当ですか。すごい、嬉しいです。ありがとうございます。今日はですね、あのクリスマスイブということでスタッフさんからもたくさんいろいろ準備していただいてるみたいで、今手元に届いたんですけれども、え、これってもしかしてケーキだったりします？あ、かわいい。残ってました。残ってました。ラスト2個。かわいいです。まさかの。ありがとうございます。ん、あ、なるほど。じゃあちょっと1つ目こちら、はい、かわいい。ありがとうございます。え、どちらがいいですか？ありがとうございます。なんとケーキを準備いただきました。ありがとうございます。なんかちょっと不思議な色になった。ね、本当だ。ちょっと透けてる？ね、透けてますね。うん、燃えてます。なんか燃えてるね。燃えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。これどちらがいいですか？さやさんどっちがいいですか？番組終わってからね、ちょっと結構経っちゃったので、はい、美味しいもの食べてください最初に。さやさん、え、中身何なんですかね。中身何でしょうかね。ちょっとわからないんですけど、きっとこれがモンブランで、こっちが何ですかね。こっちがでも外がクリームですよね、うんうん、ぜひお好きな方を。いいんですか？もちろんもちろん、頼んで。どっちがいいですか？でもさやさんこちらの気になるは似合いませんか？あ、色がってこと。色合いがどっちでも私の色合い的にこっちだと思うので。そうだね、じゃあそうしますか。はい、じゃあありがとう。ありがとうございます。はい、じゃあ食べていいんですね。やった。じゃあ今日も番組お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。いただきます。すごいいいですね、この配信食べながら。素敵ですね。できるなんて。いただきます。意外と柔らかかったです。あ、中がね、いちごっぽい感じする。ね、モンブラン。モンブランです。中まで、あ、中は生クリームが入ってます。うんうん、じゃいただきます。どうでしょう。いいんですか。もちろん。お先、いただきます。どうぞどうぞ。あ、どうですか。うん、美味しいですか。美味しいです。何味。クリアージですね。クリアージ。あ、モンブランの味。確かに確かに。モンブラン味です。なんかなんだろうなと思って。うん。そうやね。クリアージでモンブランだもんね。うん。おいしい。いちごがジャムが入ってる感じ。あ、本当ですね。おいしい。これは番組終わりに染みますね。染みますね、糖分が。おいしい。どうですか、あの。キャスターデビューされて少し経ちましたけれども、はい、ちょっと慣れてきましたか？最初からでも本当にちょうど2ヶ月ぴったりぐらい経つんですけど、でもね、最初から堂々としていてすごい素敵。うーん、もう最初は、うん、今見返すと本当に恥ずかしくて、うん、今もそうなんですけど、いやいやいや、中継とかも行かれててすごいなと。はい、さやさんはデビューしたての頃で一番思い出に残ってることありますか？思い出に残ってること、日々
ね、連続、初めての連続だったけど、そうだね、あの始まってすぐ1ヶ月後ぐらいに、はい、あのイベントがあって、視聴者の方と会えるようなイベントだったんだけど、はい、その時の印象がすごい残ってて、はい、皆さん優しくて、デビューしてすぐに対面でイベントがあったんです、うんうん、ウェザーニュースライブ NG っていう、はい、あのイベントだったんだけど、はい、なかなか私たちって普段視聴者の方と会う機会ないじゃない、うん、はい、それで会えてすごい嬉しかった。確かに私も実際これ見ていただいてる方とお会いしたいです、うんうん、いつか。そうだよね、うん、きっとまたファンミーティングがあると思うから、はい、それを楽しみに。楽しみです半分ん、すごい半分も もうバクバク食べちゃってお腹空いちゃってお腹空いちゃってそうですよね。お腹空いちゃって、そうなのよ、ね、手が止まらなくなってますけれども今回の企画ってちなみにあれですよね、あのプレゼント企画ですよね。そうですよね。じゃあちょっとプレゼントん何ですか、もらえると思ってる、思ってるの。あ、私あの最初にプレゼント企画ってサムネを見たので私たちがもらえるわけじゃないよでも確かに去年はもらえてたんだけど、はい、あ、そうなんです。あ、キャスターさん同士で、そうそうそう、ですよね、はい、なんか今年は視聴者の方にプレゼント、うん、あ、そうですよね、個人的にあげるんですけど、はい、いいですかでもそうですよね、はい、皆さんにお届けしていきたいですもんね。今日はあのついてないことエピソードに皆さんから募りまして、選んだエピソードが当選者となります、はい、ですよね。であの内容がこちらなんですけれども、はい、それぞれじゃあ手に持っていきましょうか。そうですね、まずこちらイクラかふふ企画振り返っていきましょう。こちらを振り返って振り返っていきますということですね、はい、ん、4回抽選やるんですね。了解しました。今日は4回あ抽選を、あ、そういうこと、あ、4回抽選を行う、はいはい、行うということで、あ、もう2回は終わってるということで、あ、なるほど。じゃあ3回目やるんですね。じゃあ行きますか。この後23時です私たちで構成表もないのでね今ねもう、はい、今書き切ってます。番組で紹介したと一緒なんですって。なるほど。魚住キャスターと岡本キャスターのものはアーカイブに載ってます。載っているということで、はい、私も早く見たいんですよ。ちょっとまだ見られていなくて私もさすがに見られてないそうですよね、はい、じゃあどうします。じゃあ皆さんの送り先がこちら、クリスマスアットマーク WNY.TV で送ってください。いただいたエピソードを番組中に出演します。番組で生まれた方に豪華プレゼントを贈呈させていただきたいと思います。はい、はい、今回の企画のおさらいでした。推しのテーマは2023年についてなかったことです。各配信枠ごとにプレゼントの品を抽選で決定します。配信内で紹介させていただくとメールを抽選します。メールを配信内でキャスターが紹介します、はい、後日商品受け取り確認のメールが届きます。商品受け取り可否と発送先住所を確認してください。はい確認してください。こちらでお願いします、はい、ではではクリスマスプレゼント企画はこちらです。11商品の中から抽選でいずれか一つの商品を決定させていただきたいと思います、はい、ぜひ何が当たるかは楽しみに。いずれか一つの商品を決定します、うん、はい、ということで企画のご紹介でした順番に商品見ていきましょう。はい、こちらサーロインです。黒毛和牛サーロイン、美味しそうですね。美味しそうです、うん、ボリュームがありま す, そうです ね, ね、美味しそうなサーロイン。あとは他にありますか。こっちが黒毛和牛、はい、美味しそう。確かに鍋とかにも合いますよね。霜降りって聞くだけ で, ね, でね、食べたくなりますよね。その他見ていきましょう。ウニ、
ウニもね海鮮でいいですよね、うん、海鮮丼にして食べたいってみーちゃんも言ってました、うん、あとはイクラもありました、うん、フグね次フグかフグ私たち順番わからないから、ね、出してもらうしかないフグ刺しとかもいいですねトラフグ刺身、うん、3人前となっておりますでは続いていきましょうお次がお茶漬けお茶漬け美味しそうこちらが16袋入りということで、ね、何食べたいですかママちゃんは私ここに大きく載ってるこれタイかなタイですかね、うん、多分こちら16種類もあったら迷っちゃいます ね, ねそうね美味しそうママちゃんは好きですかお茶漬けお茶漬け大好きです、ね、朝とかお腹にいいよね、うん、いいですよね忙しい朝にぴったりな気がします、うん、では続いてですお次が毛ガニ毛ガニもねお正月っていう感じがしますよね、うん、毛ガニもいいないいですね、うん、ではでは続いてあお米ね お米も確かに誰しも食べますもんね、うん、毎日ね、うん、さあこんな中でひときわ輝く商品がございますこちらあれローストビーフカレンダーじゃなくてカレンダーだと思ってましたカレンダー最後ですかね最後かなじゃあ続いてローストビーフもいいなお正月におせちとかでありますよね。うん、そうですよね。ね入ってます、ね。キャビア。キャビア。あ、キャビアもいいな。美味しそう。キャビアなんてなかなか普段ないですからね。最近食べてないです。私も食べてないです。次がイクラ。イクラ。イクラ丼にしたいな。いいですね。500グラムも入ってるんですね。500グラムだったら結構入ってますね。ですよね。丼物にしたい。そして最後がキャスターカレンダーです、ね、ぜひクリスマスプレゼントとしてお届けできたら嬉しいですね、うんはい、ということでこちらの商品をご紹介していきましたではではなんとボックスがあるんですね札を見せながらですね札を見せていいんですか、 ですかああなるほどこれを取るはいはい分かったお見せしながら黒毛和牛 600g はいいくら入れました、はい、こんな感じでいいですかおそらく黒毛和牛 500g スライスはい雪若丸お米 5kg にセットウニですねウニ 100g です、うんうんトラフグ刺身入れますありがとう、キャビアキャビアお茶漬け毛ガニローストビーフ最後サレサイン入りカレンダーですサイン入りカレンダーはいやったねこれをこの中でどれが欲しいとかってありますか私はあのもっぱらトラフグの刺身ああフグですか、うん、私もあれ見た瞬間食べたいよね黒毛和牛の方もあ黒毛和牛かいや黒毛和牛も食べたいでもトラフグでしたっけそうそう多分なんかさーっと言ってやりたいよね食べたいですね本当だよね黒毛和牛もいいよね、うん、ではではさあ引いてみましょうじゃあ企画だから引いてくださいどうぞさやさん、私がシャッフルしますどうぞいいですかもちろんえあドラムロール分かった、じゃあ私ドラムロールするねいいですか、うん、いいよドゥルル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 ルたくさん聞きたくなっちゃうたくさんドラムロールないからねドゥルル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 ルじゃん見えますかキャビアですキャビアおめでとうございますおめでとうございますまだ誰かわからないけれどもキャビアはかぶってないですかあ、かぶってないよかったですよかったねキャビア、キャビア豪華ですねということで豪華になりましたじゃあこのピンクこれをあこれを回すんですか皆さんあなるほどじゃあこの皆さんからいただいたものを出すんですねいきますよなんか落ちてきたもう一回入れますね下からちょっとじゃあ私押さえてる下漏れちゃうよねでも大丈夫そうですいけるあどうぞせっかくだからいいんですか引かせていただきますもっと回すんですかあ
ま、落ちそう落ちそうあれ私の手が私の手私の手がね落ちてありがとうございますいけました。さあ中身をご覧あれ。ハンドルネームをお伝えすればいいですか。盛大にハンドルネームをお呼びしますね。それではそれではハンドルネームは AY さんです。おめでとうございま す。AY さんおめでとうございます。 AY さん、はい、ということでついていなかったことも読み上げていいんですか。お願いします。わかりました。2023年ついてなかったこと。ブラックフライデーセール終了とともに30年ほど使っていた冷蔵庫が壊れました。セール終わっちゃったじゃん。急ぎ必要だったのですぐにメジャーな家電量販店にいたところ下調べしてなかった機種が安く売っていて配送も2日後に到着とのことで即購入、はい、お家に帰ってその機種で調べてみたらさらに1万円ぐらい安く売ってる店舗があったけど30年間もよく頑張ってくれたよありがとう冷蔵庫ということでした。あこれは確かについていませんでしたけれども、うんね、こういうことでもたまにありますよ ね。しかも私も冷蔵庫壊れた身なんですよ実は。あそうなんですか。今年壊れて、うん、意外と出費、ね、多くなるじゃないですか。確かに私も引っ越ししてくるときに買いました、うん、やっぱそうだよね。家電高いです。家電高いよね、うん、そんな家電がちょっと壊れちゃったのはショックでしたけれども でもまたいい家電に出会えるということで、うん、よしとしていきたいですよね。そうですね、うん、でもこのついてなかったエピソードをきっかけにキャビアが、ね、当たりましたもんね。ねえ、うん、これを新しい冷蔵庫に。そうですよね。もうゲットされてるんですね。もうゲットされてます。即購入ということで、はい、AY さんぜひじゃあキャビア冷蔵庫に入れてください入れてくださいたくさん、ね、ありがとうございます。はい、とてもたくさんのメールをいただいてますのでサイン入りカレンダーをあと5名抽選していきましょうか、うん、はい。じゃあこちらですね。もうねこれ下溢れちゃってるので溢れたものをこれ溢れたものこそこう服がありますからね。そうですね。ここから出てるんですよほら出てきてますね。1 あと4名あと3あと1名かこれ3名いらっしゃいます。だからあと1名です。これほら出てるんですここからほらコロコロっと、うんさっきももちゃんが手つないでくれたところここで何かすごい温かいものがあると思ったら私の手でした。さやさんの手でした。はい、じゃあ読み上げていきますか。じゃあまずいいですか。うん、もちろん。お一人目です。カフーカさんからおめでとうございます。カフーカさんおめでとうございます。おめでとうございます。ついていないエピソード、うんうん、今しがた起こったことですが換気扇掃除していたら壊れました。あらなんで年の最後にこんなんなるんでしょうって感じです。クリスマスプレゼントに換気扇が欲しいです。換気扇って買えるんですかね。あの備え付けてあるものですよね、うんうん、あでもこう一軒家ですと。あそっか外につけたりとかするんですね。なるほどそれですかね。お掃除してたら壊れちゃうって、ね、どんな感じだったんですかね。でも意外とね壊れるって言いますよね。うん給湯器とかも壊れてしまったスタッフさんいました。あ、お湯が沸かせないです。お湯が、うん、で私もでも実際給湯器 できなかった時があったんだけど治りました、はい、あなんか全然温かいの出てこないっておっしゃってましたよね。そうでももうさすがに治りました。あよかったです。業者の方に来てもらって、まあ、でも ねこれ役落としになりますから、うんキャスターカレンダーを送らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてハムさんからです。ありがとうございます。今年ついていなかったことは買って半年の新車のフロントガラスが飛び石でひび入ったことです。クリスマスなのに台車だよと。これは確かに私も今年あったんですよ同じこと。走っていたら飛び石が飛んできて、うん、大丈夫だった。いや本当にびっくりしたんですけど、うん、私はフロントガラスじゃなくて、うんうん、運転席の隣の窓がパンって割れて。怖い怖い怖い。そうなんですよ。本当にお気持ち分かります。もうショックでショックで、ね、はい。ハムさん大丈夫でしたか。大丈夫ですかね。フロントガラス、うん、ちょっと
災難でしたけれども、ただあの来年このキャスターカレンダーを飾っていただくことによって服が多分たくさん舞い込んできますので、うん、たくさん飾っていただけると嬉しいですね。私もこれの車が割れた1週間後か2週間後ぐらいにキャスターのオーディションを受かりました。やっぱいいことは巡ってくるんですね。そうなんです、引き換えに、車と引き換えにこちらにいます。ありがとうございます。いいことは巡ってきますからね。いやでもももちゃん良かった怪我しなくて、もう本当にそれは全然大丈夫なんですけど、うんうんうん、安全第一です、ね、安全第一に過ごしましょう。はい、うんうん、じゃあ3人目ですね、はい、ハンドルネームが春うららさんです。おめでとうございます。ついていなかったことです。12月初旬に冷蔵庫が突然壊れたことです。またなんか冷蔵庫壊れてないみんな皆さん壊れてますね。なんでこんな冷蔵庫壊れてるの、私も一言言えないけど。ある日扉を開けたら電気がつかない。よく見るとエラーメッセージが点滅している。少しずつ、温度が上がっていく。新しい冷蔵庫が来るまで10日余り、年末のような慌ただしさでした。ごく一部だけ少し早い大掃除ができましたけどね、といただきます。うん、こんなあります。私含めて3人で、スタッフさん含めると4人壊れてることになります、近くで冷蔵庫冷蔵庫そんなに壊れちゃうものですかね。壊れたことあります。私は実家のものも含めてない。怖いですよ、壊れるとき。まず全部ダメになります、冷蔵庫の中。夏とかだったら最悪ですよね。確か4月5月だったんですけど、結構それでも暖かかったので全てダメになりました。あ、冷凍庫のものとかはもう一瞬ですよね。冷凍庫もアイス全部終わりました。そうですよね、ドロドロでした、入ってれば気をつけてください。私も、ないのことを願いますけど。まだ新しいですもんね、そうですね。じゃあまだ平気です。5年は持つんじゃないですか。あ、なんか長い間使ってるといつかは来ますよ ね。だから点検などもして長持ちできるようにしたいですね。ではぜひキャスターカレンダーお使いください。ではもう一方いきますか。はい、けいちゃんさんからいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。今年ついていないこと、まさに昨日車のタイヤがパンクしたことなのかな、パンクしたことかな。走っててコンビニに入った途端ドカンって音がして降りてみたら、前のタイヤ1個がパンクしてました。あ、余計な出費が出てしまいました。車か冷蔵庫かですね。そうです、すごいねこんなことありますすごいですね。しかもこの出てきて選ばれし者だから、ね、もういろんな思いが溢れ出てきてるんですか。下から溢れ出てきてるんですよね。すごい、確かにそう考えると車か冷蔵庫で、だいぶ大きなものなのでショック大きいですよね。しかも確かに使うものだからね、結構車って。そうですよね。まあでも事故とかがなくて良かったですね、本当に。あの不幸中の幸いっていうか。そうですよね、うんうん、走っている本当に高速とか走っている時だと、うんうん、もうどうしようもないですもんね。そうだよね、よかったよ、まだ良かったですよね。ぜひあのきっとキャスターカレンダーを入手することによって、来年1年は車大丈夫なように私たちも祈っておりますので。はい、見守ってますあのウェザーニュースアプリでは路面凍結予報など、あとドライブリスク予報といったものもありますので、お車も安全に、ね、過ごしてくださいね。さすがです。ここで職業病が出てるここで職業病が出てます、ね、なるほど、いろいろ勉強になります職業病が出てる気がします、はい、ということでこの4名の方にキャスターカレンダーをプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやどうですか、あのももちゃんも、はい、あのカレンダー撮影初めてだったと思うんですけれども、いかがでしたか。もうあれは夏頃だと思うんですけど、はい、夏じゃないですね、あれ何か 秋頃でしたっけ。どうなんだろう、なんかもう遠い昔のように感じるくらいですが、はい、うんうん、正直 そこまで意外と経ってないですもんね。半年はまだ経ってないかな。そうですよね、うんうん、なのであっという間だなって思ってます。そうだよね、はい、でもすごい可愛くて、CM とかも見てましたけれども。本当ですか、はい、さやさんの CM がないのに、あのね今ちょうどいるんだけどね、スターさんいるんだけどね
インフルエンザにかかっちゃったみたいで、はい、あそれは行けなくなっちゃったんだって、ね、だからこの間あの番組でエアーでやりました、こうやって、あ、CM、本当ですか、はい、もうね、でもきっとまた機会があることを祈って、ね、はい、挑んでいきたいですね、また来年、うん、来年、ね、お願いします。ももちゃんも風邪などひかないようお気をつけください。 ありがとうございます健康です。インフルスターさんって聞いてそうなので私たちあのせんちゃんと、ま、あのあやちさんまで取れてないんですよ、うん、あの3人だけ、ね、はい、あじりじりやってってゆうちゃんのやつですか、ゆうちゃんの知ってますか、この知ってます知ってます、もう大好きです、目覚ましのやつで、はい、こうやるんでしたっけ、こうですよね、こうこうかで首だけ動かすんです、で私は体を動かさずに首だけ動かすっていうなんかコツをなんとなく、え、どうやるの、見てるんですけど、え、こうしてこう首だけ動かすっていうのが、首だけ動かすかなって勝手に思ってます。体を動かさないってこと、多分体は動いていなかった気がします。なるほど、合ってますこれ、ね、合ってる、可愛いです違うこれももちゃんみたいにうまくできない、うまいですか、うまかった、いやなんかずっとやってるんで多分身についずっとやってるの可愛いね、え、今度じゃあ動画で送ってよ、本当ですか、入れますかあのぜひ X で投稿してよ、それはエミさん超えられないのでちょっと、いやあのももちゃんはももちゃんの良さがあるから個人的に、いやみんな見たいと思ってるからこれ送ってほしい、本当ですか、うん、ちょっと頑張ります、ぜひ楽しみにしていますじゃあそろそろね終了の時間近づいてきました、カレンダーまだ購入できますので Amazon さんにてお買い求めいただければと思います。そして今日もね配信たくさん見てくださりありがとうございました、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、ここに出てるか分かりませんけれどもよろしくお願いいたします、ないかもしれないですねないですかね、ないかな、え、何この音楽音楽流れてきました、いきなり人の、これはエンディングなんですか、エンディングですかこれって、いや4人4人、はい、あれ あともう一人いいですか、もう一人いいんですか、そうなんですか、じゃあこれ出てきそうだけど、じゃあ最後に弾いてみてください、いいんですか、はい、締め、ちょっと締めるのがねなかなか、あ、じゃあ膝の上こうしてるんで、 ありがとうございます、はい、私の膝あ、違う、あ、ごめんなさい、大丈夫よ、来ました、ハンドルネームは世界のマドさんからいただいてます、おめでとうございま す、ついていないことですね、うん、山口サンタさんのように普段からできるだけアップダウンがない生活を心がけている私ですが、うん、クリスマスということでそれなりに食材を買い込み料理を仕込みケーキも予約して万全体制を迎えたイブの朝、口内炎発症です、つらい、ビタミン D なぜサボったへこみました、私に何かプレゼントを、お、すごい、じゃあついてますね、ついてますね、キャスターカレンダープレゼントされてます、プレゼントです、口内炎発症と引き換えに、口内炎発症と引き換えに確かに、まあ口内炎やっぱり疲れてると出ちゃいますもんね、そうですよね、あとお野菜をしっかり取ってください、ね、栄養を取って年末年始を過ごしいただきたいと思います、はい、口内炎ってビタミン B がいいんだね、ビタミン C もいいと思ってた、ビタミンなら、ね、ビタミンがいい気がする、大丈夫じゃないですかね、うんうん、いや確かに口内炎きついよね、口内炎なんて安いもんだなってきてる、でも口内炎つらいですよね意外と、ですよね、もうご飯が食べるたびに痛いですよ ね、うん、なかなかねあのできてしまうと食べにくくなるかと思うんですけれども、ね、温かくして体調崩さないようにこの後もお過ごしくださいありがとうございました、ありがとうございます、じゃああれですね、キャビアの方も含めて6名の方選ばせていただいたということですね、はい、ありがとうございます、いや楽しかったですね、うん、ももちゃんも、ね、アフタヌーン終わりでありがとうございました、うん、いえいえ、ね、この時間帯に
楽しかったです。私もです。こんな可愛い姿を間近で見ることができて、私もさやさんのサンタさん姿、ありがとうございます。見られて嬉しいです。じゃあちょっとせっかくですからスクリーンショットタイムしますか。あ、いいですね、はい。どんなポーズがいいでしょう。なぜかこうなってました。トナカイポーズってなんだろう。こんな感じじゃない。これでいいんじゃないかな。これでいいですか。はい、はい、チーズ。パシャ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 ありがとうございました。楽しいお時間をありがとうございました。この後は23時からということで、23時の、みーちゃんと森田さんの配信枠の方もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。あ、すごい可愛い声トナカイチックにトナカイチックにありがとうございましたではこの後も素敵なクリスマスイブをお過ごしください。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、私は今年はトナカイになりました。ももちゃんもトナカイになっていましたけれども、私は着ぐるみバージョンのトナカイで、ぬくぬくあったかいですね。そしてやっぱりトナカイの飼い主さんといえばサンタさん。クリスマスなので特別ゲストにサンタさんが来てくださっています。どうぞ。おっそ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 っなんとサンタさん、本物のサンタさんが来てくださっています。もうコメントでもね誰ガチ勢ガチ勢って来てますけれども、ほうほうあれ、ほしか喋らない感じですか。ほうほうほう、日本語よくほう、はい、日本語ほう、わからない、わからない、ほう困ったなここから一人でずっと喋らなきゃ。どん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 フォーしてください。フォワードしてください。わあ。毎度ちょっとノイズの関係で下に下げましょうか。え、こっちのマイクは大丈夫なんですか？ヒレマイクは？こっちはまあ大丈夫じゃないですか。こっち大丈夫なんですね。はい。初めて見ました。ヒゲにマイクつけてる方。うん、まあこれが。フィンランド流なるほど、本場はこうするんですね。そうですそうです、はい、ということで今日はですね、サンタクロースさん、森田クロースさん、別名森田クロースさんと一緒にクリスマス特別配信をしていきたいと思います。皆様よろしくお願いします。お願いします。いやー楽しいですね盛り上がってきましたね。いまいちちょっと、恥ずかしいんですよ僕、はい、いやでももうお顔がほとんど見えてないんですよ、はい、本当にもうこれで助かってるって感じですよね、もうこれ外せませんか。外せないです。喋るとこうひげがねまた今入ってきたんです、口の中にますます喋れなくなってるんですけど、ちょっとヒレを軽く食べつつ、うん、はい、今日はごちそうも用意してくださっているということで、なんかねごちそうっていうほどのものじゃなさそうな感じがするんですけどまあまああんまりこうね、そうですね、今日チキンですかね、これはぽいですけどね。開けてみてもいいですか、うん、あ、じゃあセブンって書いてありますけどシールに何のセブンですかね、これ。あ、フィンランドセブンなんだと思うんですけど、手を拭いてからね、フィンランドこのまま行くんですけど、あ、フィンランドは、このまま多分このまま行くと思うんですけどちょっ
日本の文化なので馴染みがないですね。そうですね、はい、いや、美味しそう。見てください、大きいチキン、いいですね。でもチキンだけだとちょっと、はい、喉乾きますよね。あ、これじゃ食べれないです。喉通らないですね、これじゃ喉通らないですよね、はい。今日はお酒はあるんですかね。ある、なんとお酒が届いております。あ、いいねあまり揺らさないで、揺らさないで揺らさないで、あの、え、静かにお願いします、静かに、はい、抱きしめてもらうの嬉しいんだけど、あの、ぬるくなっちゃうので、ちょっと外して話して、はい、いろいろの、え、ちょっとあの、配慮、配慮お願いします、ご配慮。トナカイ難しいなプレゼントを運ぶ難しさを実感しましたが、はい、なんと、はい、アサヒスーパードライと、はい、ストロングゼロと、はい、たくさんあります。一番搾りストロングゼロすごい、ビールオアストロングゼロ、なんかもうちょっとクリスマスらしい高級なやつも飲みたいんですけども ね、はい、ね、シャンパンとかワインとかあるのかなって思っていましたけれども、はい、さっきね、あのテレビ見てたらホットワインがどうたらこうたらって言ってましたけども、テレビじゃないあのウェザーニュースライブ見てたら、はい、そうですね、予報センターの森田さんという方が、はいはい、ワインを飲みたいと、ホットワインだったら飲まない、あ、飲まないや、酔わないと重ねるんですかおっしゃっていたんですけれども、はい、このぐらいで大丈夫です。ビールかストロングゼロということで、はい、森田さんどちらが、私森田さん違いますね。あ、違いました、違いました、サンタですね、はい、サンタさんはどっちがいいですか、はい、私一番搾りからいただきます。はい、では、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私はどうしようかな、私ビールがまだ勉強中でして、はい、練習中なので、はい、じゃあちょっと、ね、ダブルレモンから、はい、ストロングゼロでいこうかなじゃあまさか番組で、ね、はい、はい、あ、ほらやっぱり出た、あやっぱり出ましたね、トナカイが振ったから、大丈夫です大丈夫です、はい、よし、じゃあ皆様と一緒に乾杯しましょうか。皆さんの準備はできてるんですかね、見ていただいている方は。飲み物の準備はできましたか。クリスマスですからね、はい、間に合わないとレモン、準備はあ、乾杯ってコメント来てますね、来ますね、行きましょう、はいはい、では皆様メリークリスマ ス, ス, マス乾杯。飲み口が独特な飲み方まあ、ひげに泡はつきませんでしたか、うん、分かんないんですついても分からない、うん、まあ多分これカンタロウさんが洗ってくれると思うんでね、気にしないで行かせていただきたいと思います。染みますね、いいですね、はい、ということで乾杯して、この後も皆様と一緒にお酒を楽しみながら番組をお送りしていきたいんですけれども難しいサンタクロースさんがビール飲んでる、うん、やっぱり子供たちにね、はい、あのプレゼント渡すためにはあのエネルギーが必要ですね。そうですね、はい、これから配るんですもんね、今ね配ってる最中ですね。そうなんですか、はい、ノーランドのやつを見てた、あのアメリカのね、はい、空軍、宇宙空軍なんとかかんとかっていうところの、サイトを見てたら、はい、先ほど、ウェザーニューズライブという番組、日本で有名らしいんですけども、その番組中に
日本を通過して南に下がってオーストラリアからインドネシアに行ったまでは確認してきたんですけど。そうなんですね、じゃあちょっと一旦ここで休憩ということで。そうですね、休憩してちょっとエネルギー補給、はい、最近はあのやっぱりこう CO2 が出ない、うん、出ないんですかねこれね、出ない、まあ、アルコール燃料で、はい、我々のトナカイ号は走ることになってるんでね。そうですね、私もトナカイとして燃料補給をしておきたいと思います、はいはい、石油系、ねから出たあものではないものでんなこと言ってていいんだろうかみたいな気がするんですけども、はい、いやーやっぱりねこれで頑張れますね、はい、よりそうですね、またね、ということで、はい、あ、背景のフィンランド、あのサンタさんの地元ですよね、ここ は、 はい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 、はい、あ、さっきね、エスカニューズライブムーンを見てたらですね、あ、見てくださってたんですか、はい、なかなかあの流暢に解説するおっさんがいて、あ、森田さんって方です、うん、ここはですね低気圧と低気圧の間にあって、はい、こんなに穏やかじゃないって言ってましたね本当は。あ、そうなんですよね、ヨーロッパ今結構こう雪が降ってるところとか、うん、大荒れですね、はい、風が強いところ多いんですけれども、はい、ちょうど低気圧と低気圧の狭間で穏やかなお天気なんですよね、はい、すごくですからここラッキーですよね。その周辺はねものすごく大荒れですからね、周辺の国々は。そうですよね、はい、プレゼントの準備もしやすかったんじゃないですか。さっきあのバイトをね雇ってるんでね、あのバイトからの報告を見ないと分かんないんですけど。なんですか、そんな設定まであるの。いや、突然来た時には返せないので、ね、バイトの、方にちょっと頼むことにしてあります。そうだったんですね、はい、ということで、まあ、ぜひこちらの背景のフィンランドサンタクロース村の様子も楽しみながらご覧いただければと思います。ほうということで、はい、ここからは、あ、プレゼント、私欲しいものですか、サンタさんから。そうですね、何でもウニ欲しいです。ウニ、はい、私ウニが大好きでウニ丼とか食べたいんですよね。なので海の幸、はい、欲しいな。ウニうまいですよね、はい、はい、ただあのなんかね、ん、こ、あ、何、サンタクロースさん欲しいものありますか。僕は子供の笑顔です。ちょっと建前ね、まず建前を言っておいてですね鏡のような答えをいただきました。まず言わないとね、はい、子供の笑顔、はい、素敵、これがあれば何もいらない。これはまあ表、はい、表の答えで、ちょっと裏の答えはですね、はい、うん、ちょっと最近腰が痛いのでですね、腰に張って、翌日には治るようなものが欲しいですね。日本には湿布っていうものがあって、湿布、はい、それを貼ると結構腰の痛み良くなったりするんですよ、はい、あ、そんな便利なものがあるんですか。はい、おすすめです。ありがとうございます。それがいいですね。あ、じゃあ湿布が欲しいということで、これは叶えてもらえるんですか。え、叶えられないんですか。聞いただけダメちゃんね聞いただけってひどいですよ ね、 ね、皆様は欲しいものありますか、うん、クリスマスプレゼントでコメントでぜひ教えてください。シップ欲しい、シップをどうって言ってる場合じゃないかもしれないですけどね。ちょっと失礼します。現金すっごい飲み、ね、一旦剃っても大丈夫ですよ。ちょっとごめんなさいねすぐまた生えてくるのでね、うん、こうやって飲まないとね。ゲームソフト、
サイン入りカレンダー、あーいいですね。みーちゃんっていうキャスターがいるみたいで。なるほど、はい、みーちゃんのキャス、はい、サイン入りカレンダーとか、はい、あとはいいですね、うん、なんかみーちゃんってサインできるんですかね。みーちゃんどうなんですかね。なんか覚えたりしてるんですかね。あ、でもなんか考えたみたいですよ、自分で、はい、あらら、すごい頑張って書いてました、うん、この前。そうですか、はい、あれですか、やっぱり数がこなせそうに適当に書くとかっていうそういうサイン。あ、でも時短で書けるように時短、ね、こだわりながら、はい、作った。こだわりはあるんですか。みーちゃんうさぎを飼ってるらしいので、はいはい、そのうさぎをモチーフにしたサインを書いてるみたいです。噂聞いてたですけど、 あのうさぎのね、あ、それがモチーフなんですか。そうなんですよ。サンタクロースさんはサインはあるんですか。しないです。あ、しないですか。確かに姿を見せないで有名ですもんね。そうです、黙って入って、あれよくないな、静かに入って贈り物だけしてそのまま静かに、出ていくっていうのがサンタ流ですので。かっこいいな、はい、サインしてたらダメですね、はいはい、確かにプレゼントに毎回サインしてたらそサンタさんっぽくないですよね、ちょっとねということで、はい、お話も盛り上がってまいりましたけれども企画に参りたいと思います、うん、あ、まずケーキを食べるんですか。ケーキあるんですか。見渡したところなんか見当たらないんですけど。ないですけど、スタッフさんが猛ダッシュでどこかに行かれました用意しときゃいいのにねもう私たちはやっぱりケーキよりお酒だと思われたんですかね、うん、できればケーキもいいんですけど。ありました、ケーキ。ケーキより、はい、あ、ワイン。ワインか、まあ、できれば熱燗の、熱燗でこう熱燗、おでんがうまそうなやつでもあればいいんですけど趣味がだいぶ和風ですけれども、サンタさん、うん、ケーキが、ね、ヨーロッパ人って日本に憧れてるんですね、はい、ケーキが届きました。じゃん、見た目がめちゃくちゃ可愛いです。ジェラートピケさんのケーキ、こんな可愛いもの用意してくださってたんですか。嬉しい。たまたま、あ、セブンイレブンで半額になってたなんでそんなこと言うんですかそうですよ、だいたいみんな夕方になると、夕方になるとそう投げ売りをするというのが日本の文化ですよねそんな現実的なこと言わなくていいんですよ。もともとは5,600円。おお、そうなんですか。でももともとは5,600円でも2,000円にしか見えないよね可愛いですからね、すごくデザインが、うん、じゃあ早速いただきましょうか、ケーキ。よいしょ、ごめんなさい、はい、じゃあ持ちます、はい、ありがとうございます。あ、包丁がないんですか後ほど承知しました。じゃあここにね置いておきましょうか。で、側だけ取って見えるようにだけしておいていただいて、はい、テーブルに彩りを添えて後ほどいただきたいと思います。よいしょ、定価5,600円ね元5,600円を、はい、はい、じゃあハートモチーフで可愛いですね。このクマちゃんもついてるんですよ、クマちゃんのチョコレート。すごいですね。これをね、乗せるんですけれども、手で大丈夫ですか？あ、もちろんもちろん。すいません、じゃあ失礼します。あ、よいしょ。やばいやばい。あ、ごめんなさい。サンタさんの正体が。ちょっと油断しました。ごめんなさい。はい、失礼しました。どうぞ。危ない危ない。ということで、ケーキもやってまいりましたし、ここからは今日の企画をおさらいしていきたいと思います。はい、お願いします。今
今日はクリスマスプレゼント企画というものを開催しておりまして、はい、大泉キャスター、岡本キャスター、檜山キャスター、青原キャスターと本日放送をお送りしてきましたが、こちらの、時田キャスター、森田サンタで最終配信となります。なんか最後だけ時間長いですよね。みんな30分じゃないですか。そうなんですよ、豪華なんですよ。やっぱり森田クロースさんという方がね、特別ゲストで来てくださっているので、あ、来た回がありましたね。30分も周りの人たちよりも多く、はい、そうなんですよ、本当にありがとうございます。いや、そして2023年ついていなかったことを募集テーマに皆様に募集しておりました、うん、メールアドレスに送っていただいているんですけれども、はい、いただいたエピソードを抽選で選びまして、うん、読まれた方に豪華プレゼントを贈呈します。やっぱりサンタクロースさんからの直々のプレゼントですよね。サンタクロースは子供にしかあげないんですけどね。本当ですか、はい、いい子にしかあげない。いい子のエピソードを選びたいですね、はい、あ、はい、いい子がついてなかったんですか。いい子だけどちょっとついてなかった子がいるということで。なるほど、はい、ゲットまでの流れとしては、はい、各配信枠ごとにプレゼント品を抽選で決定します、はい、同配信内で紹介させていただくメールを抽選で選びます、うん、メールを配信内でキャスターが紹介します、はい、そして後日商品受取確認のメールが届いて商品受取可否と発送先住所を確認して、決定となります。なんか4番5番がめんどくさいですね。これは後々ね、個人個人で行っていただくことなので、そうなんですか、はい、サンタクロースさんはもう大丈夫です、うん、関係ない。多分もうフィンランドに帰ってて別な仕事に入ってると思いますけどね、その子には。そうですね、代理でちょっとスタッフさんの方が、はいはい、対応させていただく予定です。そうですか、はい、ならいいんですけど。ということで、じゃあまずはエピソードから選んでいきますか。まずは景品を見ていきたいと思います、はい、11種類ありまして、サーロインステーキ、うん、1番が黒毛和牛サーロインステーキ 600g、はい、美味しそう、いいですね。詳しい商品ページも見ていきますか。細かいですね。そうなんですよ、もう日本人の特性が出てますね、これね、はい、真面目なもので、はい、商品ページこちらです。フォーフォーフォー、美味しそう。素晴らしい、いいですね。うわ、 600g か、結構しっかりお腹いっぱいになりそうですね。で、 600g で8980ってなんか太字で書いてあるのはあれは何ですかね。あれは値段ですね。値段、はい、そう、日本円、ユーロじゃないですか。ユーロ、あ、ユーロじゃなくて、ユーロだったら大変だもんね。いや、なかなかの豪華な豪華なね、お肉ですよね。一度食べたらやみつきって書いてありました。で、これやみつきになったら困るじゃないですか。家計が追いつかないと思いますけどね。毎年ね、サンタクロースさんが届けてくれるんじゃないでしょうか。そして2つ目、はい、こちら黒毛和牛の霜降りスライス 500g、 ほう、 A5 等級です。うわー、しゃぶしゃぶとかにも良さそうですね。しゃぶしゃぶはいいっすよね、私も好きですよ、うん、あー、本当ですか、はい、あったまりそうですね。そして続いてがウニ、うわ、北海道、さっきなんか言ってましたよね、はい、私、はい、ウニ大好き 大好きで、もうこんなたくさんのウニが家にいっぺんに届いたら、うん、ウニ飛んできちゃうじゃないですか。いやー、コレステロールと痛風のネタがこう溜まってるような、詰まってるような、もう素晴らしさですね、これね。サンタさんの健康事情がちょっと伺いましたけれども、いやいや、ウニはいいですね。ね、うん、美味しいんですよね。ウニもね、いろんな種類があるじゃないですか。あの、高級っていう料亭で食べる高級ってのは紫ウニっていうやつもあるんですけど、はい、味はバフンウニっていうのが、名前は悪いんですけどもね、はい、バフンウニはうまいっていう。じゃあこれ、はい、生エゾバフンウニなので、うん、サンタさんのお墨付きの美味しいウニですね。はい、
昔あのウニバフンウニのでかいやつをね、はい、食べたことがあるんですよ。あのチリっていうね、はい、あのまあ、届け先のあでチリにチリに行った時に、はい、あのなんていうんですかね、みあの港町市場があって、はい、買いたいって言ったらすごい安かったですね。日本円で150円とか。ね、ちょっとバッと一箱買って、あの、ね、そこのおじさんにですね、はい、割る機械じゃなくて金槌みたいなやつ買ってもらって、はい、そこでバクバク食ったですね。へえ、はい、トゲトゲのままのウニってことなんですね。そうですね、それをひっくり返して、でもバフウニはトゲが短いんですよ。へえ、そうなんですか。はい、うまいっす。うわ、いいですね。そんなエゾバフウニの次はこちら。ふぐ刺し、うわー、たまりませんね。もうこの世の美味しいもの全部揃ってませんか。うん、であのふぐ刺しって薄く切ってあるじゃないですか。はい、ああいうふぐは食べてみたいですね。あ、昔あの九州の現場に行ってた時に、はい、ふぐの尻尾の方だけが安く売ってるんですけどね。おお、それをあの現場のおばちゃんが大きな鍋で煮てくれて、はい、フグはうまいよって言って食べてたことがあるんですけども。そうなんですか。ああいう身を食べる人物になりたいと思ってた時代がありましたね。いや、ぜひ皆様こちらの薄いフグの刺身にその願いが叶いそうですね。はい、叶いそうですね。はい、続いて見ていきましょう。あ、お茶漬けセット。いや、これはただのお茶漬けじゃないんですよね。高級お茶漬けセットで、この写真はタイかな、タイ茶漬け。あ、いろんな種類がありますね。 あの茶碗の数だけ種類があって、はい、っていうことですか。そうなんですよ。へ、この時期寒いですからね、あったかいお茶漬けで温まって、なおかつこんな豪華な具材で楽しめたら最高ですよね。いやいや、あのおっしゃる通りなんですけど、はいはい、お茶漬けってなんかあのイメージからするとですよ、安っぽく感じるじゃないですか。そうですね。お値段すごく高かったですよね。はい、もうそれだけ豪華なんですよ。お茶漬けの概念が覆る豪華。そうなんですか。はい、食べたことないです、そういうお茶漬け。いや、これも気になりますよね。うん、そして続いてが、はい、こちら毛ガニ。わー、海の幸盛りだくさんじゃないですか。うん、毛ガニはいいですね。北海道行ったら毛ガニ食べなきゃいけないですよね。うん、あ、有名ですよね、北海道の毛ガニ。はい、そして続いてがこちら、雪若丸。お米10キロです。5キロかける2、10キロ。10キロあったら結構持ちますよね。うん、で10キロで6400円ですか。そんな高くもないですね。確かにこの値段で美味しいお米たくさん食べられるって最高じゃないですか。うん、これはどこの地方のお米なんですかね。あまり名前聞かないですよね。山形県産だそうです。はい、あ、すごいな。美味しそうですね。山形っていうとね、あのさくらんぼっていうイメージがあるんですけどね、米も作ってますからね。そうですね、美味しいものたくさんですね。はい、続いて見ていきましょう。はい、ローストビーフ、松阪牛のローストビーフです。いやー、これはもう絶対美味しいやつですよね。なんで松阪牛って言わないで牛って言うんですかね。いつもなんか不思議なんですよね。そう、私ももともと松阪牛って思ってたんですけど、はい、正式な名前が松阪牛なんですよね。で普通松阪牛って言ってる人が多くって、松阪牛って言ってる人はあまり聞いたことないですけどね。わかります、一般的にはね、はい、そう言いますよね。うん、松阪牛って言ってくれるといいんですけどね。そんな松阪牛のローストビーフ。続いてはこちら、キャビア 50g。うん、これはもう言わずと知れた高級食品、三大珍味ですよね。ですよね。うん、しょっぱいんですよね、でもね。あ、そうですね、アクセントになりますよね。食事のたくさん食べれないですよね。食べられないかもしれないけど、それがいいんじゃないですか。あ、そうなんですか。はい、ちょっとあの慣れてないもんでね。サメの卵かなんて思っちゃうとですね。あ、でもあのご飯にちょっとふりかけたりして、ご飯というか
なんでしょう、あのキャビア卵かけご飯とかも最近あるみたいですごいな、ちょっとかけて、ええ、そう塩味がすごい美味しいみたいですよ。醤油の代わりにキャビアが塩味になると。うん、食べたことないです ねこんな贅沢がお家でできちゃうキャビアセレクションです。一番クリスマスに近いですね、これね、これまでの商品の中で。確かに、はい、特別感がありますよね。そして続いてがイクラ、まだまだありますね。僕はキャビアよりもイクラの方が好きですけどね。あ、本当ですか。イクラも美味しいですね。同じ卵、先ほどね、魚の卵ということであれば、でもなんかクリスマス感もないですね、キャビアに比べて。あ、確かに日本風ですもんね、イクラのね、はい、ご飯に振りかけて食べたいですね。そして続いてがこちら、ウェザーニュースキャスターカレンダーなんですけれども、はい、ただのカレンダーじゃなく全員のサイン入り、サイン、はい、もしかしたらなんかウサギのこうロゴっぽい感じのサインもあるみたいです。お、はい、見てみたいですねこれね。あと、まあ、はい、山岸愛理キャスターの特製シールもこちらのカレンダーと一緒にお届けします。山岸さんのシールはですね、はい、あれはもうプロとしても別販売すればいいんですよね。本当にそうなんですよね、うん、もうそのロフトとかで売ってほしいですもんね。ですよね、はい、うん、そう思います私も、はい、本当にでもなかなか簡単に手に入るものではないので、はい、一般的に販売はされていないので、ぜひ皆様こちらで当てていただきたいですね。そうですね、はい、はい、そうですねって。日本のカレンダーいらないんですね、私フィンランド人なんでね。あ、本当ですか。でもフィンランドでも使えます、これ。フィンランドでも使えます。あ、そうなんですか、はい、あの日本の子供たちにクリスマスプレゼント配るときに使えます、うん、なるほどなるほど、はい。なんか分かったような分かんないような、はい、説明ですけど、なんとなく納得しました、はい、いいんです、はいはい、ということで、プレゼント一覧ご紹介していきました、はい、ではここからはこの金のボックスの中身を確認と書いてあるんですが、入ってない。金のボックス、ボックスだけで中身がない。この札を入れていくんですね、逆に。こんな感じで商品が書いてある。商品を入れると。はい、札を。ちょっとこれでよく言ってこないといけないですね。ありがとうございます。はい、サーロイン。いいですね。トラフグ刺身。はい。バフンウニ。お。お米、雪若丸。はい。そして。刺身。サイン入り壁掛けカレンダーとアイリンさんの特別シール、うん、イクラ、高級お茶漬け、お茶漬け、毛ガニ、カニ、はい、全部入りました。では、抽選早速行っていきましょうか。まず一人目の方のプレゼント、じゃあサンタさんお願いします。すみません、ちょっと質問確認、はいはい、一人目ってどなたですか。まだわからないんですよ。まだわからない、はい、なのに選んでいい、はい、でその後に一人目の方のメールをご紹介。一人だけなんですか。あ、そうなんですか。あ、お二人、合計でお二人、カレンダーの方と、うん、はい、6名カレンダーが5名様に。あ、なるほど、そういうことなんですね。じゃあですね、私が持ちます。選んでください。いいんですか。はい、いや、だってそうしないと、はい、多分見てる人納得しないですよね。本当ですか。そんな、はい、サンタさんに選ばなくて大丈夫、はい、日本人的なこの細やかさで、はい、トキさん、あ、トキさんね、トナカイさんに譲ります。はい、はい、じゃあトナカイ引きます。はい、はい、はい、じゃら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 、じゃん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 、向きが、はい、正しいところに来ました。サーロイン、黒毛和牛サーロインです。うわー、いいじゃないですか、600g、うん、高級なお肉が
当たりましたよ。素晴らしいです、はい、じゃあこの高級サイロインをゲットするのはどなたなんでしょうか。続いての抽選箱で、はい、じゃあ次は森田さん。いやいや、これはもう選んでいただかないとここが一番危ないところですよ、これ私が恨まれてしまいます。そんなことない、はい、じゃあ失礼します。はい、お願いします。はい、はい、選びました。選びました。はい、黒毛和牛サーロインをゲットするのは、はい、お持ちします。はい、ごめんなさい。はい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 、じゃら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 じゃん、ラーションさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ラーションさん、はい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 、サーロインのお肉です。はい、ラーションさんの2023年ついてなかったことをご紹介していきたいと思います。普段は送料のかかるお店のオンラインショップ県の取り組みで送料無料になると思って、今月内なら大丈夫だと思って注文するものを数日検討していたら、うん、トップページに終了しましたの文字、お店に割り当てられた上限に早々に達してしまっていたようでした。人気だったんですね、それね。なるほど、人気商品を待ってちゃいけないという。あ、でも迷っちゃうの分かりますよね、うん、そうですよね、気持ち、うん、確かに送料がかかるかかからないかで、うん、このオンラインのお買い物ってだいぶ違ってきませんか。意外と送料がね、本体の半分ぐらいあったりしてね、うん、分かります、分かります、そうなるとね、決断つかないですよ ね、はい、迷っていたら終わってしまったということで、うん、そんなついてなかったこともあったみたいなんですが、はい、それをもう、それを覆す、うん、豪華なサーロイン黒毛和牛 600g をラーションさんにプレゼントいたします。いやー、ついてますね、ついてますね、この2023年の年末にいい月が戻ってきましたね、はい、いい締めくくりなんではないでしょうか。ということで、まずお一人目選ばせていただいたんですが、続いてはカレンダーをプレゼントする方を選んでいきましょうか。この箱がね、カレンダーの方ですか。とてもたくさんのメールをいただいていますので、サイン入りカレンダーをプレゼントさせていただく方をあと5名抽選させていただきます。あと5名っていうところが、もしかしたらこのスタッフの言いたいところ、1名だったの本当は。なんですか。あ、本来は1名様だったんですけれども、たくさんメールありがたいことにいただいていたので5名様に枠が広がりました。慶太郎さん実力あるんで、なんかもう勝手にそういうこと決められるんですよね、本当にやりますね、何年か前ねプレゼント持ってきた時の態度とは違いますね。本当ですか、はい、あ、ということで計6名様にプレゼントがお渡しできます、はい、じゃあちょっと切っていただいて、はい、はい、まずお一人目の方がこちら、はい、じゃん、ラーションさんです。おめでとうございます。カリアさんのよし、カリアのよし、カリア、あ、カリア氏ですね、これきっと、カリア氏のカリア、あ、場所の地名を入れていただいたんですね、これね。なるほど、ありがとうございます。多分お名前の刈谷さんじゃないですね、この書き方はね。ありがとうございます。あの、フィンランドに住んでるんですけど、大体こういうの詳しいんですね。いろいろあのサンタも手紙もらうんで。あ、なるほど。地名があって名前みたいな方多いです。はい、ありがとうございます。はい、刈谷のヨッシーさんです。おめでとうございます。では、刈谷のヨッシーさんの2023年ついてなかったことは、はい、1年を通じて何かしら体に不調があったことです。年始早々、数十年ぶりに虫歯になりました、うん、夜中にあまりの痛みで飛び起きたのですが、はい、まだまだ世間は年末年始の連休中で歯医者さんももちろんお休みでした、うん、うわー、これは大変ですね。歯だからね、我慢できないですね、うん、はい、丸2日間痛みに耐え抜いて、はい、年始の開業日の朝一に駆け込みました、うん、こんなスタートでその後も2月に胃腸炎、3月に
後輩、背筋痛、うん、それ以降も畳みかけるかのように毎月体に何かしらの不調があった1年でした。私は昭和生まれのおじさんです。もう若くないのでいろいろと体に異変が出てくるのは重々承知しているのですが、こうも続くとなんかついてないなと感じる1年でした。ということでいただきました。いや、人事じゃないよサンタさんもさっきの湿布の話したじゃないですか、うん、これ去年なんですけど、はい、肩がね上がらなくなったんですよ。あ、そうなんですか、うん、サンタは60代なんですけど、はい、四十肩っていうらしいですね。あ、60代の四十肩っていうのを患いましてですね、はい、こう服着るの、これ簡単に着れたんですけど、去年は多分30分ぐらいかかってます、はい、そんなにですか。痛かった。プレゼント持つ時もかなりしんどいですね、うん、そう、去年は大変だったんですけど今年治りましてですね、もうぐん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 回るんですよ。よかった、回復されたということで、ね、なんでこの方もね、はい、確かにね悪くなるんです、うん、もうそういう年代です、昭和のおじさん、はい、はい、でもトレーニングです。あ、リハビリをして、リハビリというよりもリハビリトレーニングやればこうなります、うん、あ、じゃあカリアのヨッシーさんも大変なこと多かったかと思いますけれども、はい、2024年はきっと素敵な年になります、うん、しかも2023年の最後に、はい、キャスター全員のサイン入りカレンダーとアイリンさんの特別ステッカーが当たったということで、そうですね、はい、キャスターカレンダーに今月は何々をするっていうあれを目標をつけていくですね。確かにトレーニングのね、はい、目標も書き込んでいただきたいですね、それで歯は治んないと思うんですけど、体の筋肉に関係するものはだんだん治っていくと思うんですけどね、はい、あ、ということで経験者の方からのアドバイスもありましたし、はい、カリアのヨッシーさんメールありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。非常に親近感が湧く内容だったですねそうですね、同世代かもしれません。痛いように、はい、はいはい、どうぞ次ですか。はい、はい、次ですね。続いては、はい、お願いします。ありがとうございます。こちら、はい、カレンダーが当たったのはウォーリーさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。今年ついてなかったこと、横殴りの雨で大きい傘と折りたたみ傘合わせて5本壊れてしまいました。そんなに。特についてなかったのは、大きい傘を買ったその日に刺したら壊れました。今年、今は乾いた雪が降る時期で傘を刺すことはしばらくないのでほっとしていますと。札幌市の方だそうで、はい、あ、一応ですね、はい、天気得意なんですよ、空飛ぶので ね、 そうですよね、はい、うん、北海道今年すごい雨多かったです。あ、はい、なるほど。通常例えば北海道には梅雨がないとかって言うじゃないですか、日本人は。聞きますね、はい、今年は梅雨みたいな雨、しかも梅雨、梅雨末期って大雨って日本人言うわけですけど、はい、北海道にそれがあったですね。あ、北海道とか東北北部、はい、まあ異常気象なんて言ってましたけども、だからこういう北海道の人はあんまり傘そんなに必要なかったんじゃないかと思うんですけども、はい、今年は多分違ってた、それがこの5本も壊しちゃったって言いますかね、はい、原因じゃないかなと。なるほど、はい、まあ、そんな5本壊してしまってついてなかったんですけれども、うん、はい、キャスターのサイン入りカレンダーと、うん、アイリンさんのステッカーをプレゼントさせていただきます。そうですね、キャスターカレンダー見て、はい、ベザーニュースライブ見るといつ雨が降るかって分かるはずですから、はい、そうですね、なるべく傘つかまないようなこのお出かけタイミング、はい、狙っていただければと。確かに、ありがとうございます。うまいらしい、はい、スタッフがなんかぼーっと見てたのが急に拍手をしてくれたりして、うまくつなげていただきました。ありがとうございます。なんか専門家みたいになってきました、はい、じゃあ、はい、3人目、はい、カレンダーの3人目選んでいきたいと思います、はい、お願いします。ありがとうございます。3人目に選ばれた方はダン、ヒッポルトさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ついてなかったこと、
先日新幹線に乗る直前に売店でおにぎりとサラダを買ったのですが、お箸がついていませんでした。うわー、これリアルだな新幹線に乗ってから気づいたのでサラダを食べられませんでした。うわ、これ私経験ありますあの私の場合は会社に着いてから気づいたんですけれども、うん、会社に行く前にコンビニでもうたくさんご飯を買って、はいはいはい、なんでしょうね、パスタとかサラダとか買っていったらフォークもお箸もついてなくて、もうね、どうしようもないですよね、こういう時って。ですね、はい。私の場合 の, あのそういう時の対策をお教えしますと、はい、カップに入ってるじゃないですか、サラダとかだったら、あ、はい、蓋を取るじゃないですか、はい、それをそのまま口のところにこう持ってきてこうやるそうすると大体二口三口で食べれるんですね、はい、だいぶワイルドですね。いや、経験ありますけど、はい、それでいけちゃうんですが、何回目かと忘れたんですけど、はい、やっぱこう落ちてこの白いところが衣装が、衣装じゃない、服が汚れちゃうじゃないですか。いや、美しい模様が、はい、ドレッシングから記念として残ることもあるんですね、はい、本当ですか。サンタさん流の解決方法を教えていただきました。そうですね、もうどうしても食べたい場合は二口三口でこのまま行くのもいいんではないでしょうか。最近あれですよね、コンビニの方もお箸つけますかって言わずにつけなくなりましたよね。そうですね、自分でくださいって言わないと、はい、うんうんうん、そうですね、言うのを忘れたのが悪いんですけれどもね、私は。なんかね、まあでもつけてくれるっていうのがもう前提じゃない世の中にもうなってきたっていうことじゃないかと思いますね。そうですね、今までが当たり前だったので、はい、ついつい癖でね、もう忘れてしまうんですよね、くださいっていうのを、はい、当たり前の天気じゃなくなってきてますね、天気の方もね。そうですね、はい、ということで、はい、お三方目選んでいきましたが、はい、ではカレンダー4人目。すごいですね、よく人数覚えてますね、僕忘れてました、はい、4人目の方ありがとうございます、はいはい、では4人目の方はジャカ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 ジャン、アンフィールドさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。2023年ついてなかったことは、うん、行きたかったアーティストのライブが台風の影響で中止になってしまったことです。台風なのでしょうがないのですが、うん、来年はいい年になりますようにといただきました。これは、台風 ねなかなかもうどうしようもできないことですけれども、ね、ショックですよね。やっぱり今年台風1年間の発生数少なかったじゃないですか、はい、通常だと24、5個なんですけど今年20いかなかったんですよね。あ、そうですよね。つい先々週かなんかね出ましたけども、はい、数が少なかった中で当たっちゃったわけですね。あ、そうですね、アンラッキーといえばアンラッキーなんですけど、ちょっとなんかウェザーニューズ的には、はい、ちょっとなんかこう責任少し感じるかもしれませんね。私知らないんですけど、はい、そうですね、うん、ウェザーニュース、でもどうしてもこの日だけは当たってほしくないなっていう日に意外と当たってしまうことってあるあるだったりしますよね。そうですね、うん、はい、まあ、天気の予測ができてももう決まってる日っていうのがあるとね、もうこれ変えられないですわな。うん、多分ライブがもともと決まってたんじゃないかなと、うん、もう1年前ぐらいにもう決まっちゃってますからね、うん、そうですね、はい、ただカレンダーとステッカーで、うん、素敵な年の締めくくりをしていただければなと思います、はい、好きなライブの代わりになるんですかね、カレンダーがね、なるといいなと。なるといいですね、はい、そして最後なんですけれども選んでも大丈夫ですか。はい、いいんですか、はい、カレンダーの5人目の方、はい、最後の方です、はい、お1個落ちちゃいましたね、はい、もう1回混ぜていきます。中に入れてもう1回こうやって、はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。では5人目に選ばれた方は、はい、じゃか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 じゃん、あH ちょっと文字化けしてる、文字化けしてる、あ、
正しいものも載っていましたね。なるほど。ドギーエールさんかな、 DOGGYEEL さんです。おめでとうございます。ちょっと待って、こっちをかけたらこっちが取れた。あ、どうぞ進めてください。個人情報が。はい、大丈夫です。ドギーエールさんの2023年ついてなかったことは、先日近所にできたお弁当屋さんで唐揚げ弁当を買って家で食べようとしたところ、はい、容器の半分にご飯、もう半分にチャーハンが入っていました。取り替えに行くのも面倒なので、チャーハンを置かずにご飯をいただきました。チャーハンが意外にも美味しいという思いがけない発見があったので、ついてるとも言えますね。ポジティブ。いやでも、おかずがこっち側にご飯でこっちがおかずになってなきゃいけないのに、ご飯でチャーハン、おかずに食べた。いや、なかなか。多分もう一方はおかずとおかずが来てるんですね、きっとね。あ、それ当たりかもしれないですね。当たりなのかな。お腹いっぱいにしたかったなっていう人だったかもしれない。いや、もう一方はもうね。確かにそうですね。チャーハンをおかずにご飯食べたことないですけれども、なかなかない経験だったんでしょうね、うん、はいはい、チャーハンの美味しさも知れましたし、うん、ウェザーニュースキャスターカレンダーとアイリンさんの特製ステッカーも当たったということで、はいはい、ぜひ来年も素敵な年にしていただければと思います、はい、ということで全員分のプレゼントを、はい、選ぶことができました。いや、よかった。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。何も食べてないですね、結局。ありがとうございます。ナイフが届きました。じゃあケーキを入刀していきましょうか。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、クリームが、シールが貼ってありますね。ありがとうございます。すいませんね、全部やらして。とんでもないです。あ、おいしょ。あ、柔らかくなってるんですね、クリームが。なんかおいしょ。あ、これ溶けてきたっていう話、違うよね、これね。あ、ほいほいほい、ありがとうございます。舐めていいよ。フィルム。では入刀していきます。あ、クマちゃんが沈む。そこを避ける。クマちゃんを避けて入刀していきました。あ、縦にも行きます。はい、お願いします。お、いいですね。はい、では取り分けましょうか。まず最初の方にちょっと、ありがとうございます。持ってますんで。あ、じゃあ、はい、そうですね、入れていただいた方が、フォークで、フォークと、はい、クマちゃんかハートどっちがいいですか。僕こっち側のハートの方がいいです。かわいい。はい、よいしょ、あざまーす。はい、でもう一つ、はい、いただきます。じゃあ私はクマちゃんのをいただきます。はい、いっちゃってください。ありがとうございます。よいしょ、でかい。おきい。取れた。やった、やっとクリスマスらしいものが食べられます。嬉しい。これはいただいちゃってもよろしいんですかね。はい、いただきます。失礼して、ちょっとひげを一旦剃って、ね、いただきます。いただきます。うん、うまいね、うん、いやいやいや、あのスタッフが買ってきたケーキにしては大変おいしい。ジェラートピケさんのケーキ、なんでしょう、あのアールグレイの味がしませんか。ん、味の詳細わからないんですけれども、紅茶っぽい味わいちょっとしませんか。
ごめんなさい。美味しい美味しくないは分かるんですけど、中身聞かれてもよく分かんないですね。そうですか。うん、うまいです。あ、コメント。あ、皆さんも食べてるんですかね。皆様もね、はい、やっぱりケーキ食べたりお酒飲んだりしながら見てくださってるんじゃないかな。うん、スポンジもクリームもふわふわですね、うん、あ、紅茶の味って、なるほどなるほど、スポンジの方に入ってますね。そうですよね、はい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 、そう、紅茶風味のスポンジで、うん、ちょっとベリー感もあって美味しいですね。ベリー感、うん、うん、また追加してしまいました。いや、あのベリーって あのあれですね、青いというか濃い青いちっちゃいベリー、あー、そっち系のストロベリーじゃないやつ、はい、ベリーです。あ、なるほどね、教えていただければわからないわけではないんですけど。うん、うん、お酒もいただきながら、うまい、うまいですね。これを一番最初に食べたかったような気がしないでもないですけど。結構お腹空いてきましたよね。ここまで引っ張って、しかもビール飲んだ後にっていうのもね。そうですよね。なんかちょっと違う感じがしないでもないですけど。あ、やっぱりクリームチーズと紅茶のピンクベアケーキだそうです。当たってた、紅茶でした。あ、ですか、なるほどなるほど、はい、あ、なるほどね。見た目も可愛いですけれども、それ以上に味も美味しかったですね、うん、予約の受付は終了しましたって、スタッフこれ見せたのはこれそれだけ美味しいんだぞっていうことを言いたかったのか、そういうことなんですかね。もう決め入りだからお店の方ももう買えない状況にしたぞって、もうそういう状況なのか、あ、何の味なのかを味を知らせたかったってことですね。、はい、別に紙書いて送ってくれればいいだけの話なんですけどね。でもうまいですね、はい、おつまみセットもございますので、はい、いや、これおつまみセレクションいいですね。ワクワクしてきました。これはいろいろ入ってるわけですか。はい、これはチータラと粗挽きサラミと、チータラが2種類あって、カマンベールチーズとパルミジャーノレッジャーノ、よくわかんないけど上の方のカマンベールの方でお願いします。はい、承知しました。はい、こっちですか。はい、じゃあ私もチータラパルミジャーノレッジャーノいただこうかな。一仕事終わった後の一杯っていうのはうまいですね。ね、プレゼント届けた後の一杯、はい、良い子が喜んでくれてたら最高ですよね。本当ですよね。部屋釜も一緒に、うん、乾杯していただけますかね。うん、もう飲んで火を起こした方ね、25日になった方がいいと思います。飲み会じゃんってコメント来てますけれども、いや、さっき仕事が終わったのでね、ここから別ですもんね。はい、ということで私たちはこの後もクリスマスパーティーを続けようと思うんですけれども、スタッフさんからそろそろいい子はおねんねの時間だよとコメントが来ましたので、皆様に夜更かしさせすぎるわけにはいかないですもんね。そうですね、良い子は寝るで、明日の朝プレゼントを開けて喜ぶ、はい、でか、ま、サンタさんっていたのねっていう。はい、夢じゃなかったんだなって、はいはい、実感を、うん、感じていただければ幸いでございます。ヒゲが目覆ってませんか。うん、なんかね、ますます口の中に入るんですよね。なんかずれてますよね。ちゃんと口のあれ穴というかあるんですかね。あ、それ口の穴なんだ。ん、あ、なるほど。落ち着きましたね。結構でございます。もうこれで十分です。ということで、この後は皆様、良い子はおねんねしてくださいということで、ここまでとさせていただきます。サンタさんとトナカイの
クリスマスプレゼント配信ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ほっ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 。この後も素敵なクリスマスお過ごしください。ほー。